ですが、はい、先生たち今ちょっとお入りしますので、はい、それでちょっと これより会議を開きます。内閣提出特定秘密の保護に関する法律案および枝野幸男君ほか2名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際お諮りをいたします。両案審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官鈴木義之君、警察庁長官官房審議官種谷良治君、警察庁警備局長高橋清隆君、外務省大臣官房審議官金杉健二君、防衛省大臣官房審議官吉田正和君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。池田道隆君。池田君。いやいや、おはようございます。本日のトップバッターを仰せつかりました自由民主党の池田道隆でございます。よろしくお願いをいたします。この特定秘密の保護に関する法案につきましては連日長時間にわたりまして審議がなされております。当初前半の委員会での前半の国家安全保障に関する審議をしてた当時はまだ一部の方といったら語弊がございますけれども、マスコミの関係の方、あるいは弁護士会、いろんな団体の方が関心を持っておられる。そしてこの法案審議が始まりだして連日新聞あるいはテレビ等で報道されますと一般の国民の方々も強い関心を持たれておられますし、また一方では不安をの感を持っておられる方々も多くおられます。この法案審議を通じまして森大臣におかれましては最初から弁護士会の方々あるいはマスコミの方々とお会いをされ丁寧に質問をされた、答弁をされお話をされたということでございますし、この審議を通じまして質問される方々には真摯にそのご意見を受け止め、そしてまた国民の皆様方にも丁寧に説明をというご答弁を何回もしてきておられます。また我が党の木内委員がこの法案につきましては80点あるいは90点ということのお話もございました。当然提案者であります大臣におかれましては100点あるいは120点というおつもりで提案をされておられると思います。どちらにいたしましてもこの法案の究極の目的が国家そして国民の安全の確保に資するということでございます。そのためにも今までの審議を通じまして質疑を通じましてこの法案にの成立に対するご決意を改めてお伺いをいたします。それと同時に先ほど申し上げましたこの法案のいろんなことにつきまして国民に対しまして丁寧なる説明をというお話もございましたけれども、まだまだ私には不十分ではなかろうかな。そしてまた昨日の西村参考人でしたか、それはまだ説明が不十分ではないかというお話もございました。その点今までどういうふうな説明そしてまた今後国民に対する説明をなされていくのかとめその2点についてお尋ねをいたします。森大臣。私あらゆる場面で十分にご説明を尽くしてまいりましたが、改めましてこの法案の提出した趣旨について申し上げますと、我が国の国民の生命、
身体財産の安全、そして国家の存立をですね確保するために安全保障は重要であることは言うまでもありませんが、最近のですね、この我が国を取り巻く安全保障環境の状況を考えますと、尖閣諸島のこともあります。本当にレーダー照射があったり、それから無人機が飛んだり、さまざまな不安なことがニュースになってまいります。そして我が国のですね領土に対するですねさまざまな場所でさまざまな国民の皆様に対する不安もありました。さらに海外においてですね国民が命を失う、また危険な目に遭う 9.11 テロでありますとか、アルジェリアの事件等もございました。そのような中で国家の安全保障に関わるある一定の情報はテロやスパイ等に漏れてはならない、しっかりと保全をしておかなければならないという要請の中で、国家公務員等によるその秘密を取り扱う者による漏洩の危険性を考えたときに、一旦これが漏洩されますと、この今高度な情報化社会の中で一瞬にして世界中にその情報が広まってしまうという漏れた場合の被害の甚大性というものも指摘されております。また外国と情報共有をしておく中でですね、諸外国と同等のレベルの情報保全体制が確立されていなければ我が国に関わる情報も入手できない、または情報を共有することができないという現実があるわけでございます。この情報共有というのは外国との間だけではなく政府内の情報共有も同じでございまして、今現状でもですね特管費、つまり特別管理秘密という秘密はございますけれども、これは省庁ごとにそれぞれ別の基準によってバラバラに管理されており、指定権者のレベルも管理権者のレベルも省庁ごとに異なっている等の問題がございます。これを政府共通のルールをしっかりと法定化し、諸外国と同等の保全体制を整えておくことによって情報を共有する、そして情報の漏洩をですね防ぐことによって国民の生命、そして我が国の存立を守っていこうと、こういう趣旨でございまして、この法案の重要性は言うまでもないところでございます。これまでの説明の状況でございますけれども、これらのことについて法案提出前からですね、さまざまな関係団体の皆様、日弁連をはじめとし皆様、それから報道機関の皆様、それから学者の皆様等々と私と直接の意見交換の場も設けさせていただきました。また国民の皆様に対しては、原案をですねパブリックコメントに付しまして、ご意見をいただき、そのご意見を反映させた形で、本法案をですね作成をして、ご提案をいたしました。さらには国会審議等において、丁寧にご質問に答えさせていただきましたし、記者会見等で、問われる場合にもですね、可能な限り丁寧丁寧にご説明するよう全力を尽くしてまいりました。ですので、先ほど申し上げましたこの法律の重要性、緊急性からしてですね、何とぞご審議の上早期の成立をいただけますようにお願いをする次第でございます。池田君。はい、ありがとうございました。法案審議始まりまして当初から強いご決意であったと思います。それから知る権利につきまして、昨日も青山参考人の方からお話がございましたが、罰則が高められて公務員の方々が萎縮するのではなかろうかなと、今まで自衛隊員を含む国家公務員の方々は守秘義務もありますし、それが5年の500万が
10年というのも昨日いろいろ議論ございましたけれども、10年が1000万になってもですね、そう今までの業務に支障はないであろうと私も思っておりますが、ただ今回の法案のいわゆる対象になる方々が従来の国家公務員、自衛隊員を含む国家公務員と違いまして、今のところ警察官を含む地方公務員であるとか、国と契約をしております会社の社員であるとかいう範囲が、まあ後でお聞きいたしますけれども、そうした範囲になりますと余計、特に秘密を取り扱って、30年も50年になるか分かりませんけれども取り扱いをした方々が一生その責務を負うという責任感から言うと、そうした公開しなければならない情報まで公開しないというような懸念が実際に起きてくるのではなかろうかなというふうにも取れますけれども、そのあたりについてのご見解をお尋ねをいたします。鈴木内閣官房長官。お答えします。都道府県警察の職員につきましては、現在も地方公務員法において守秘義務が定められており、契約業者につきましても、現行の自衛隊法において防衛秘密の取り扱いの業務を行う場合には、これを漏洩したときは罰則の対象となっております。また、本法案では、特定秘密ごとにこれを取り扱う職員の範囲が定められ、加えまして特定秘密が記録された文書には、その旨が表示されることから、取り扱う公務員や適合事業者の従業者にとって何が特定秘密であるかは明確となっておりまして、特定秘密を取り扱う者以外の公務員や適合事業者の従業者はそもそも特定秘密を漏洩する罪の主体とはなりません。従いまして本法案により公務員や適合事業者の従業者に守秘義務を課すことが取材の対応に萎縮を及ぼすことはないと考えております。池田君。はい、ありがとうございました。もう一回、確認をさせていただきたいんですが、私もその10年、に罰則がなってもそうは感じないということを申し上げたわけですけれども、今審議会のご答弁、なるほどそうだろうと思いますが従来扱っておられない会社あるいは地方公警察官の方々ということになると、どうしてもそういう危惧が あるわけでございますが、今までマスコミ等で当然そうした公務員の萎縮ということが考えられるということも報道されておられるわけでございます。その点につきましては今の審議官のご答弁では全く心配はないというようなご答弁ですが、再度確認させていただきます。鈴木審議官。お答えします。新たに守秘義務が課せられる場合でございましても、取り扱う公務員や適合事業者の人にとっては何が秘密で何が秘密でないかは明らかでございますので、その明確さが峻別できるところから萎縮することはないかと思います。池田君。はい、人間生身でございますから、いくらかそういう懸念あろうかと思いますけれども、続きまして、この12条から17条までございます適正評価についてお尋ねをいたします。このあたりから運用基準等もに関することもあろうかと思いますが、いくら立派な法律を作りましても運用がしっかりなされないとその法律は生きてまいりません。そういう観点からもご質問させていただきますけれども、まず適正評価の対象者でございますけれども、従来の国家公務員自衛隊員の方々は別といたしまして、件数は少ないのは少ないんですけれども、
先ほど申し上げました警察官を含む地方公務員の方々、これには警察官でも事務をされる方もおられると思いますし、国と契約を結んだ企業の方々の中で下請けであるとか孫請けであるとかいう範疇も考えられると思いますけれども、その適正評価のいわゆる対象範囲というのはどういう範囲になるのかお尋ねをいたします。鈴木審議官。お答えします。適正評価は行政機関の職員等が特定秘密の取り扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなったとき、取り扱いの業務を行っている職員が適正評価の結果の通知を受けてから5年を経過した日以降も引き続き当該業務を行うことが見込まれるとき、引き続き特定秘密を漏らす恐れがないと認められることについて疑いを生じさせる事情があるときにそれぞれ実施することとしております。都道府県警察につきましては警備関係の情報を取り扱う部署が中心に対象となろうかと思います。また下請け業者や孫請け業者等につきましても特定秘密を元請け業者からの関係で取り扱う必要がある場合については行政機関と直接契約を結んで取り扱うことになりますので、その場合はその従業者につきましては適正評価の対象となります。池田君。先ほどのご答弁でやはりいわゆる一般の会社員の方々っていう範疇になるわけでございますけれども、そういうことで適正評価の7項目から考えますと非常に心配をしてくるわけなんですが、その実際に国家公務員自衛隊員の方は別といたしまして、そうした方々が特に先ほども申し上げました10年の罰則等あるいは適正評価の7項目等を考えますと、その職場でいわゆる適正評価というのは本人の承諾を得てということでございますから、そちらの方先に心配をされまして、特定秘密を取り扱う方がその職場で、もうあと人事評価にも何も関係ないわけですから参考にならないわけなんで、それではもう無難な仕事をしよう、適正評価はもう必要ありませんというようなことも事実考えられると思いますが、そうしたときにはその行政機関の長が例えば指名して何人かの方々に指名してあなた方にお願いしますということになるのか、その点はいかがですか。鈴木審議官。お答えします。お尋ねのような特定秘密を取り扱う部署の職員の全員が、適正評価に同意しないような事態というのは、通常想定しがたいですが、仮に特定秘密を扱う部署の職員全員が、適正評価の実施に同意しなかった場合につきましては当該部署以外の職員から適正評価により特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる者等を配置転換するなどの対応をすることになろうかと思います。池田君。先般今津院でしたか新聞の切り抜きのコピーの中で、家庭ではあると言いながら新聞報道をされておりまして、適正評価を受けたところお父さんが刑事罰を受けてたんで、それについては別の部署に今審議官がご答弁されたような事態になる。だからそういうふうなことをどうしても私も地方公務員の端くれでございましたけれども、今まで何回となくそういう状態守秘義務の中で扱っていた人は別ですけれども、どうしてもそういうことが考えられるのではなかろうかな。そしてまた
それを適正評価受けられて、特殊な仕事ではないと思いますけれども、その仕事に携わってきた方々というのは、どうしても人事の停滞が起きるんではなかろうかな、もう新たにそういうことを受けなくても、彼らでやっていただければいいというようなことの中で、人事交流、いわゆる人事の停滞にもつながるんではなかろうかなというふうにも考えられますが、いかがでしょうか。鈴木内閣審議官。お答えします。本法案におきましては、適正評価の結果や適正評価の実施に同意しなかったことは、特定秘密の保護以外の目的のために利用または提供することが禁止されており、これらを人事評価に利用してはならないこととされております。なお、先生のご指摘の親の刑事罰につきましては、この法律に書いてございますように、父母につきましては、氏名、生年月日、国籍及び住所のみが調査事項でございまして、それ以外を調べることはございません。それから、本法案は行政機関の長が適正評価を実施し、特定秘密の取り扱いを業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたものでなければ、特定秘密を取り扱う業務を行ってはならないこととしておりますが、適正評価を経て特定秘密の取り扱いとなったものが他の部門支所に移動することを妨げるものでございませんので、人事の停滞の原因とはならないと考えております。池田道隆君。はい、ありがとうございました。そういう心配が起きなければいいんですけれども、どうしてもそういう懸念があるんではなかろうかなということで、質問をさせていただきました。どちらにいたしましても、国民の皆様方が納得されるような、心配のないような法案の成立を願いまして、時間が参りましたので終了いたします。ありがとうございました。はい、次に辻清人君。一応辻君。自民党の辻清人でございます。本日この場に立たせていただきましたこと、委員長理事の各位皆様に心から感謝を申し上げます。そして森大臣、岡田副大臣、本当に連日ご苦労様でございます。森大臣、ニューヨークとワシントンに、ご在住だった経験があるということですけれども、私も昨年までワシントンのシンクタンクで研究員を長く勤めていまして、その前はニューヨークの大学院にいました。この数日間、1週間超ですね、さまざまな議論が行われてまいりましたけれども、本日はですね、私合衆国での経験をもとに、また NSC との関係も踏まえてですね、有益な短い時間でございますが、議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。さてですね、これは私の事務所のみならず、皆様の事務所もそうですけれども、連日のファックス、そしてさまざまな新聞報道も含めてですね、この法案に反対という声が非常に強いんでございますけれども、私週末ですね、地元でミニ集会等々を行った際にですね、この特定秘密に関してですね、これは専守防衛の日本という国だからこそ必要な法律だということをですね、皆様に説明をしたところですね、その集会が終わりましたところ、もうその場にいる全員がですね、やはりこの法律は必要なんだ、誤解をしていたという声をですね、私非常に多く聞きましてですね、やはりですね、そういった説明をですね、これからこの法案が可決された後もですね、することがですね、我々立法府にいる人間の義務だと、本当にそのように心から痛感する次第でございますけれども、この例は適切かどうか分かりませんけど、私非常に漫画が好きでございましてですね、ドロロという手塚治虫先生の漫画をこの前久しぶりに読み直してですね、この漫画ですね、大臣副大臣読まれた方は分かりませんけれども、簡単に申し上げますと室町時代に天下を取ることを約束に、自分の子供を生贄に妖怪に捧げてですね、生まれてきた子供が目、鼻、口、手足すべてを亡くなった状態で生まれてくるという非常に驚々しい漫画なんですけれども、その子供が成人をしてですね、その妖怪を倒すごとに目、鼻、口、それぞれを取り戻すという話なんですけれども、私はこれ戦後68年経った今の現在の我が国においてですね、ようやく今年になって NSC 法案が可決しまして、そしてこの特定秘密保護法案、今現在審議しておりますけれども、ようやくですね、頭を取り戻し、そして目、鼻、口、それぞれのですね、
主権国家にとって、まあ、必須と言われるそういった機能を取り戻すですね、記念すべき年になっていると私は痛感をいたします。そしてこの場合ですね、まあ、日本が霊を、まあ、引きずりますと倒さなければいけない妖怪というのはやはり過去の己だと思うんです。日本は戦争に負けました。そしてその後独立をしてですね、今に至るわけですけれども、その中で、まあ、右も左も極端な議論があまりにも横行しすぎた状況が、まあ、長年続いてですね、ようやく今の国際情勢を踏まえましてですね、この NSC 法案が可決いたしまして、そして今この特定秘密保護法案の話に至っていると思います。そしてこの法案がですね、なぜ必要かと言いますと、これはやはりですね、今日本を取り巻く国際情勢非常に厳しいものがございます。この法案はあくまでその情勢において日本の国民を守るための手段であって目的ではございません。そのような意味でですね、私合衆国がやってるから日本もとかですね、合衆国から情報を得るというか、ね、まあ、主体性がないような形でこれを解釈する方もいらっしゃると思うんですけども、これは全く間違いでございましてですね、合衆国という国はですね、本当に様々なね、失敗をまあ、している国だと私は思っています。その失敗から学ぶ意味でもですね、この特定秘密保護法案の審議においてですね、そういったものを参考にして、同じ過ちを犯さないようにと、まあ、することが私大事だと思います。質問に入らせていただきますけれども、911、これはまあ、森大臣も非常にまあ、衝撃的な経験をされた経緯がございますけれども、911の後にですね、2004年に911のコミッションレポートが提出されまして、これなぜ911のテロが起こったかということで、その一つの原因としてはですね、合衆国16にわたるですね、インテリジェンスの組織が、まあ、ありまして、で911以前はですね、コミュニティを統括するのが CIA の長官だったわけですけれども、その情報がですね、きちんと大統領府にうまく、まあ、渡らなかったのではないかと。911の前にもですね、アルカイダという組織がテロを起こすということをですね、実際その、大統領のブリーフィングで何回もですね、まあ、再三にわたってそれは提示されたけれども、重要視はされなかったと。その経験を踏まえてですね、2004年にですね、まあ、国家情報長官という新しいポストができまして、で、そこのもとにおいて、まあ、その16の、インテリジェンスの部署を、まあ、把握すると。これですね、まあ、設立されてから、まあ、5人ももう長官が変わってですね、決してですね、まあ、順風満帆とまではいかないんですけれども、日本において先に成立した、まあ、NSC の、まあ、機能、これはですね、日本において、縦割りの行政を、まあ、の中でですね、うまく、内閣に情報を伝達するという機能をですね、この特定秘密保護法案が可決すれば、これはですね、例えば防衛省が持っている秘密を警察も、外務省も他の省庁で共有をして迅速に、総理大臣に挙げるというそういう機能を果たすものだと思うのですけれども、この部分に関してですね、所見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。鈴木審議官。お答えします。本法は6条に基づきまして、行政機関相互におきまして、秘密保護措置が取られることを前提に、情報の共有が行える、仕組みを創設しておりますので、ご指摘のように、本法が成立いたしますと、複数の省庁で、機微にわたる情報の共有が促進されるかと思います。以上。辻清人君。はい、ありがとうございます。やはりですね、今、今後、人、物、金がですね、非常にですね、今までの時代からは考えられないスピードで動く中でですね、迅速にこのようなですね、まあ、重要な情報を上に上げるということはですね、まあ、これは必要なことでございまして、そのような意味でですね、まあ、内側の、まあ、意味で、こういった特定秘密保護法案を可決するということはですね、非常に意義深いことだと思います。もう一点ですね、私この特定秘密保護法案が必要だなと思うことでですね、やはりこれはまあ再三この委員会でも議論になっていることなんですけれども、まあ諸外国との情報を共有をするということで必要だということでですね、我が国、特に合衆国とはですね、緊密な連携をしているわけですけれども、私韓国は非常にですね、重要な、まあ、パートナーだと思っています。その中でですね、
昨年民主党政権の時代ですね、日韓秘密情報保護協定というのがですね、まあ可決されるであろうと思っていた1週間前にですね、当時のまあイ・ミョンバク政権、まあ歴史問題等々でですね、それを理由にして1週間前にそれが延期されて今に至るわけで、これは非常に残念なことだと思うんですが、特に私ですね、今日本で現在進行形で行われているまあテロ行為というのはやっぱり拉致事件だと思うんですね。この拉致事件もそうなんですが、やはりですね、今日本で想定しうる喫緊の課題としてはやはりミサイル防衛、これはですね、やはり北朝鮮という国のことをですね、やはり情報としてきっちりと把握するという意味でも、韓国とのですね、こういった、高度な情報協定というのは非常に必要なことだと思うんですが、この秘密保護協定、日本で今回この秘密保護協定が、成立した場合ですね、どのような形で例えば韓国との、情報の融通が変わっていくのか、これは合衆国との、関係で三角関係で、情報を融通するのか、もしくは韓国から情報が入手しやすくなるのか、それともですね、そのようなですね、二国間の協定を成立しなければそういったまあ高度な情報の融通というのはできないのか、このことについてちょっと教えていただければと思います。金杉審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、日本は各国との情報保護協定、アメリカも含めて結んでおりますが、韓国とはまだ締結に至っておりません。個別のその情報のやり取りの中身については控えさせていただきますけれども、北朝鮮の問題を含めて日頃から日韓あるいは日韓米の間で緊密な情報交換をしております。その上で日韓の秘密情報保護協定が締結されますれば、日韓の間の情報共有を拡大させるための基盤ができますし、日韓両国間の情報提供がより円滑かつ迅速に、すなわちより多くの情報のやり取りができるようになるとかように考えております。以上でございます。辻君。はい、ありがとうございます。さてです、質問を変えましてですね、昨日、青山参考人からも話があったんでございますけれども、私ですね、この特定秘密保護法案、この法案が、速やかに成立した後もですね、今後、これはですね、まあ、日本のインテリジェンスコミュニティを、まあ、作り、醸成をするにあたっての一里塚だと思っていましてですね、そのような意味で、これからですね、秘密会を開くとかですね、もちろん知る権利、メディアへの情報、の、まあ、融通性等々を担保しなければいけないんですけれども、それをする際にですね、やはりですね、私、立法府の人間として、今後、まあ、最終的にはですね、日本におけるインテリジェンスを取り扱う、まあ、部署というか、省庁が必要だというふうに私は思っています。そんな中でですね、例えば、その、インテリジェンスに対する予算を確保し、その上で、まあ、常任の秘密会の委員会を、まあ、開設する。これは、合衆国においても、例えばイギリスにおいてもですね、立法府がきっちりと常任委員会、これは秘密会の委員会ですけれども、そこにおいて、まあ、インテリジェンスコミュニティの予算、そして、どのような情報をきちんと申請がないかをチェックする機能を担保していると思うんでございます。まずはですね、この特定秘密保護法案を、まあ、成立した上でですね、こういった、まあ、インテリジェンスコミュニティの醸成に関してもですね、今後、まあ、きちんとしたオープンな議論を通じて、私は、日本は、今の国際情勢を鑑みですね、作っていかなければいけないと思うのですが、このようなですね、まあ、インテリジェンスコミュニティを作るにあたってですね、やはりまあ、国会議員、これは合衆国でもイギリスでも他の国でも再三議論になっているんですけれども、我々有権者に選ばれてですね、まあ、トップセキュリティに関する、まあ、いわゆる身体検査を受けなくてもいいという、まあ、状況にある中で、そういった国会議員に対してですね、まあ、どういうふうに、そういった秘密を遵守させるか、これはですね、合衆国においても、まあ、彼らに対しても、実際様々な、まあ、身体検査をさせるべきだとか、これはですね、よく紙面を除いていても、再三議論になっているんですけれども、このようなですね、まあ、特に日本で秘密会を定期的に開くということになればですね、やはり我々政治家がですね、まあ、最も、このような情報漏洩に関しては、まあ、一番ターゲットにされることは考えられるのでございましてですね、このようなね、
状況下にを踏まえた上でですね、ちょっと実際そういった国家公務員に対して、国会議員に対しての、そういった情報、秘密情報をどう同種させるかということについて、所見を伺いたいと思います。鈴木審議官。お答えします。本法案10条に基づきまして、国会の求めに応じまして、行政機関は特定秘密に関する情報を提供する規定となっております。その際、国会におきまして、取扱者の範囲や目的外使用をしないと含めまして、秘密会のある方について国会でご議論して決めていただく必要がございますが、その具体的な内容につきましては国会の自律性に関わる話でございますので、国会においてご議論いただきたいなと考えております。辻君。はい、ありがとうございます。ぜひともですね、今後この法案可決後に、これは本当に、まだ第一歩でございますので、今後ともですね、私含めてですね、国会においてこの問題継続的に審議していただけければなと思います。次にですね、これは、秘密といいますか、いわゆる秘密、この特定秘密保護法案に関してのですね、さまざまなメディアでの反応をつぶさに伺っている中でですね、私はいわゆる秘密を取り扱うということに関する文化的なですね、慣れといいますか、そういうものが全く日本においてはないのかなというふうに思いましてですね、というのはですね、例えばですね、合衆国においては、就職を、大学を卒業してする際にですね、今はインターネットで就職を探す際に、こういった秘密を扱う、いわゆるクリアランスが必要な人間を募集している、その専属の、就職相談とかサイトがございましてですね、合衆国においては、特定秘密、向こうでいうトップシークレットの機密を扱う、民間の人間が実は50万人もいましてですね、その機密、トップシークレットまでとはいかないまでも、その3段階において、様々な、最も最下層の、秘密を、扱う人間の中にはですね、学生のインターンも含まれていまして、これはですね、私も向こうの大学に行っていて、そういったですね、秘密を扱う、例えば軍事産業、政府の役職に、就こうとしている方に聞いたらですね、これは、もちろん、自分の親族も含めてですね、過去の薬物乱用の履歴ですとか、飲酒の履歴ですとか、それを調べられることに関してですね、嫌じゃないのかというふうに聞いた場合ですね、やはりですね、責任がある仕事を行う際には、こういうことは行われて当然だというやっぱり意見を私はもう様々な方からいただいてですね、向こうに合衆国の例で行きますとですね、もうこれはやはり国家を揺るがすような重要な機密を扱う人間にとっては、このようなですね、身体検査といいますか、スクリーニングが行われるのは当然ということでございますけれども、一方でですね、このような、特に、スノーデンの事件がありまして、50万人もですね、機密を扱う方々、いらっしゃいましたらですね、中にはですね、どんな、罰則を設けてもですね、一人二人が国家の機密を揺るがすような情報を漏洩してしまったらですね、非常な困難に陥ると私は思います。ただ一方で、これは綱引きなのでございますが、やはりですね、こういう秘密を扱うということに関して日本人も慣れていかなければいけないという中でですね、今後ですね、教育の上においても、こういった秘密に関する扱いというのをこれからどう醸成していくか、これはですね、非常に重要な問題と思うんですけれども、この点に関して、所見をいただければと思います。岡田大臣。はい、お答えいたします。我が国において IT の専門技術を有する公務員を増やす必要性や、秘密を取り扱う文化の醸成のための試みについて、辻委員からご指摘がありましたが、秘密を的確に保護していくためにはいずれも大変重要で必要なことであると考えております。辻君。
はい、ありがとうございます。この問題はですね、今非常に波紋を広げているわけですけれども、ある意味でこれはですね、健全な民主主義の作用でございまして、今後ともですね、やはり国家には国民を守る義務がございますので、そことの兼ね合いで情報開示、そして知る権利、そことの綱引きを常にしていかなければいけないのが私民主主義国としての務めであると思いますので、今後ともこの問題継続的にですね、発展的な議論をしていけばと思います。やはりですね、本当にこれは再三強調しますけれども、今年は NSC 法案も可決しました。そして今特定秘密のこの、法案に関しても今審議しています。テロというのはですね、一回起こってしまったらもうそれで、尊い命も失われるし、それでおしまいなんです。ただ起きないうちはですね、やはり実感が湧かない方々というのは多いと思うんです。そのような意味でですね、我々国会議員もそうなんですけれども、常にですね、一部のこの分野の専門家の議員におきましてはですね、明るいペシミストという言葉私好きなんですけれども、本当にこれで大丈夫かと、本当に怒ってしまったら命が失われる、尊い命が失われる、拉致もされる、もう様々なことが起こる前の段階で、ほとんどの方々が関心がない状況下においてですね、本当にこれで大丈夫かとですね、絶えず疑ってですね、国民の権利、義務、そして領土、領海、領空、国民の命と財産を守るというですね、私はこのような気概をですね、国会議員含めて、公務員の皆様にも持ち続けることがですね、この運用を、この法律の運用をしていく上で非常に重要なことだと思います。秘密というのはですね、誰も、持ちたくて持つわけではなくてですね、やはり今の、高度情報化社会、そして国際化が進む社会において、やはりですね、家に引きこもるのではなく、きっちりとですね、門戸を広げて国際社会と手を取り合うためにもですね、きっちりと金庫には鍵をかけて、そしてきちんと傘も差して外に出れるようにですね、このような法案があるというふうに私思います。これはですね、決してですね、一部のメディアが報道しているように治安維持法の再来とか終わりの始まりではなくて、これは68年戦後経った今、ようやく日本が普通の国になるための始まりの終わりであってですね、そのような意味で私もですね、この法案の速やかな可決を心から祈念いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。次に中山康秀君。委員長。中山君。自由民主党の中山康秀でございます。本日はこの今懸案になっております国家安全保障に関する特別委員会におきましての特定秘密の保護に関する法律案に、賛成のもちろん立場で質問をさせていただくわけであります。賛成討論のように聞こえるというお声がございましたが、ありがとうございます。意識してあえて発言しております。ですね、まずはここまでに至る経緯で、自由民主党内ではプロジェクトチームが立ち上がりました。秘密保全等のプロジェクトチームでありますけれども、その PT の座長を務めなられました町村信孝先生を私は大変尊敬しておりますと同時に、町村先生のですね、お父様、お父上、ご夫君はもう先生方よくご存じの通り、町村金吾先生とおっしゃって、旧内務省にお勤めになられ、そして北海道の知事もお勤めになられ、そして第53代警視総監もお勤めになられたということであります。おそらく町村先生はですね、そのご夫君の背中をご覧になられて、いろいろな子供の時から、おそらくまるで歌舞伎役者のせがれのように、一生懸命、真面目にですね、体で吸収をしながら、いろんな政治家への姿勢っていうものが今に続いてらっしゃるんじゃないかなと。ですから逆に、今回のこの秘密保全法案に関しても、自ら座長を名乗られて、プロジェクトチーム我々を引っ張ってこられたんではないかというふうに思います。それと同時に、今回理事に今そこでおいでになられます、木内実先生もおられますが、木内さんもですね、お父様が警視総監までなされて、警察官僚のご子息でおありになられて、おそらく木内さんの私当選同期ですけれども、彼の姿勢を見てると、
同期としても本当に尊敬に値するぐらい真面目に背筋をちゃんと伸ばして襟を正していつも政治家として臨んでいる姿勢に敬服をいたしておりますと同時に、やはりこの秘密保全というものに対しても先ほど申し上げた町村先生親子じゃないですけども、やっぱりお父様の背中をご覧になられてしっかりと身に染みてこういった法案の理事を務めるという覚悟がおありなんだというふうに思います。この今秘密っていう議論をしてますけれども、私ここで一つ忘れてはいけない議論があると思うんです。これ何かと言いましたら、秘密秘密と言ってますけど、法律に書かれている文言ばっかり追いかけているような気がすると。じゃあ秘密っていうこと自体、言葉、この秘密っていうのはどういう定義なのか、どういうことを意味するのかっていうことは一つも聞いたことない。これ秘密っていうのはね、究極の秘密っていうのは何だと思いますか。私は同じ体験を共にすること、これが秘密だと思うんです。すなわち石に削るわけでもなく、紙に文字で書くわけでもない、記すわけでもなく、人の脳裏脳みその中に存在をし、そこにしか秘められないもの、これが秘密だと思うんですけれども、この秘密とは何なのか、どのように定義されているのか、お答えください。鈴木審議官。お答えします。政府は個人に関する情報、国の安全に関する情報、他国との信頼関係に関する情報、公共の安全と秩序の維持に関する情報などさまざまな情報を保有しておりますが、現在これらの情報のうち非公諸の事実であって実質的にそれを秘密として保護するに値すると認められるものが国家公務員法上の守秘義務にいう秘密として保護されております。一方、本法案におきましては国家公務員法等において秘密とされる情報の中でも、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として保護することとしているものでございます。以上。中山君。法律論でいくとそうなると思うんですけども、僕はそれで果たして本当のリスクヘッジっていうのができるのかなっていうのをずっと聞いてて思うんです。要するに法文にはですね、これ以前プロジェクトチーム自民党内でやって平場で議論した時も河野太郎議員がこういうご指摘をなさいました。今回のこの法案は知識っていうのは対象になるのかと。これ対象になるんですか。鈴木審議官。お尋ねの知識というのの概念があれですが、基本的には文書等に、情報が携帯されたものが保護対象となります。以上。中山君。これおそらく河野議員が当時ご指摘になされたとき、答弁の行政側は知識は対象にならないというふうに答弁したことを我々記憶しているんですけれども、要するになんで知識ということをあえてここで質問させていただくかというと、要は記憶力がすごくいい方がですね、秘密の文書があったと、パシャッとまるでシャッターを取るように頭の中に記憶したと、それをどこかで漏洩したという場合、これは知識を漏洩していることであって、これを直接媒体をですね漏洩していることにはならないという概念が、考え方があったとしたら、その時知識は対象になりますかという考え方が一つあると思うんですが、いかがでしょう。鈴木審議官。先ほど申し上げましたように、物件等にとか文書等に携帯された情報が保護対象となっております。それ以外の情報につきましては保護の対象外というのが原則でございます。中山君。これ非常に曖昧だと思うんですよね。要するに脳内の知識っていうものがどういうふうに存在し得るかと、さっき皆さんが同じ体験を一緒にすることが究極の秘密だと私は考えますと申し上げました。例えばアメリカっていう国はジョージ・ワシントンをはじめ秘密結社のメンバーが逆に祖国アメリカ合衆国の建国の父だと言われています。秘密結社のメンバーであるということは逆に秘密っていうものが何たるやっていうのを分かりながら建国をしたということであります。その秘密の理解が前提となっている国家において、いわゆる情報自由法、フリーダム・オブ・インフォメーション・アクトというフォイアというものが、情報公開を重点に、実はこの国家が秘匿すべき事項の公開というものを定める概念が、
片方ではアメリカ合衆国というところに存在をすると。しかし日本の場合はこれフリーダムオブインフォメーションアクトっていうのは日本語に訳すと情報自由法と訳してますけれども、逆にですね、秘密保全法という形でセークレッシーを守るんだということの方が主たる概念のように見られますが、このアメリカの情報自由法と秘密保全法の違いを端的に教えてください。概念の違い。鈴木審議官。お答えします。アメリカの情報自由法は我が国の情報公開法と同様の 法律と考えておりまして、行政機関等の保有する記録を開示しなければならないとする一方、一定の不開示情報があることを規定しているものと承知しております。他方、本法案は秘密の保護に関する法律でございます。以上。中山君。ということは、例えばここが秘密結社のロッジだとして、我々がメンバーでここの中で特別な儀式を行って同じ体験を共にして、紙にも掘らない、何も後残さないで、部外者がいきなりドアを破って入ってきて秘密を出せっつって引っ張かして、引き出しひっくり返そうが、院長の席上げようが、どっからも証左は出てこない。すなわち我々が脳の中に共通の体験の秘密っていうのを有しているからそうなるわけですけれども、逆にですね、じゃあこの箱がもし行政機関だとして、総理も何回も恣意的なことが、秘密指定が行われないようにというセキュリティ保険をかけると言ってますけれども、じゃあそこにクリアランスを経たと言われる役人の人たちや特定秘密を指定するような立場の方々が、紙に残らない脳内の約束の秘密で暴議暴略をして何か国民に不利益を被らせるようなことがあった場合の処罰というのは何かお考えになられているんでしょうか。鈴木審議官。お答えします。情報が文書等に記録されない場合については、これは特定秘密として指定されることはございませんので、現時点においては処罰とは考えておりません。中山君。なるほど。じゃあ国がですね、国民を結果的に裏切る形で何かを秘密にすることはありえないということでよろしいんでしょうか。鈴木審議官。お答えします。本法案はあくまでも文書等に記載された情報を保護対象としておりますので、それ以外のものについては対象外としております。委員長。中山君。なぜこういう質問を与党の立場でありながら行うかというと、今日の新聞も昨日の新聞も見てますと秘密保全が一面に載っていると、で中見ると二面にも載っていると、それぞれ我々政治家の政府の要人は何て言ってるかというと、多くの政党と成立させたいと、多くの野党の方々の理解を得て成立させたいと言ってる。だけどもし私が総理だったら、多くの政党はもちろんですけれども、多くの国民の理解を得て通すべきだというふうに私なら発言をしたいと思うんです。なぜかと言ったら、それは政党を支持している国民だけど無党派の人もいる、無党派党派イデオロギーの左右を問わず心配をしている国民は現実的に残念ながら多いというのは、私たち与党の理解力を国民に促すそういった行動がまだもしかしたら力足らずなのかもしれない。だからあえてここで我々与党であっても野党と同じような立場でしっかりと聞くっていうことが私は大事だと思って聞いてます。でこれを通じて国民の皆様方がそうなのかと、与党の立場であっても今政府に対して質問をしていることがこういう形の角度の切れ角で、あ、そうだったのかという理解が得れたらいいなという思いのもとで実は質問をさせてもらってます。でその中にですね、私は実は拉致特別委員会の筆頭理事を自民党を代表してやっているわけでありますけれども、横田めぐみさんの拉致から36年であります。11月15日、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されて36年になりますが、ご高齢になられたご両親はいつまでも時間をかけていい問題ではないということをはっきりとおっしゃっておられる。この中でこの拉致事件がですね、特定の秘密になり得る可能性があるということがこの間総理のご答弁の中でも国会の本会議であったかと思うんですが、それは間違いありませんか。鈴木審議官。
お答えします。拉致問題が特定秘密に指定されるものもあると考えております。委員長。中山君。その場合にですね、私、かねてから拉致のこの関係に関して、疑問に思ってたことがあるので、この場であえてお伺いをしたいと思うんですけれども、拉致問題に関して原田明最初の7件10名警察白書が指定をした拉致事件というのがございました。その中で原田明さんという方を拉致した実行犯シン・ガンスというのがいた。このシン・ガンスに、逮捕状を日本は出すということを結果的に行ったわけですけれども、これシン・ガンスに逮捕状を出したのはいつでしょう。種屋審議官。お答えいたします。ただいまお尋ねの件は、北朝鮮工作員シン・グアンスらが、北朝鮮から指示を受け、昭和55年6月、大阪府在住の原田大輝さんを宮崎県の青島海岸に連れ出して、工作船で北朝鮮に拉致し、その後シン・グアンスは原さんに成り代わり、同人名義の日本旅券等を不正のに取得の上、数回にわたり海外渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作等の活動を行っていたものと理解しておりますが、警察はこの件に関しまして所要の捜査を尽くした結果、平成14年8月にシン・グアンスに対する免状等不実記載等の容疑で逮捕状の発布を得、また平成18年4月には原さんを拉致した事実でシン・グアンスらに対する国外移送目的回収等の容疑で逮捕状の発布を得ております。委員長。中山君。しかし私思うんですけど、私が責任者だったらですね、シン・グアンスが韓国に身柄が拘束されている間に逮捕状を出して、拉致の唯一の生き証人のシン・グアンスをこの国に逮捕、そして取り調べ、豚箱に入れてしっかりと絞り取るぐらいに彼の知識もしくは脳裏にある秘密を取って、そして拉致解決に役立たせるべきだったというふうに思うんですけれども、当時はですね、実は北朝鮮にキム・デジュン大統領の恩赦でシン・グアンスが送り返された後に、日本の警察庁はこのシン・グアンスに対する逮捕状を出したという、これ事実関係でいくとなるんですけれども、それなぜなんですか。種屋審議官。お答えいたします。本件につきましては、昭和60年の6月に韓国当局の発表により発覚しております。原田大輝さんの国外移送目的回収等の立件に向けて、警察は鋭意捜査を行ってきたところでございますけれども、関係者が国外に所在するなど捜査上の支障も非常に多くて、当時逮捕状の発布に必要な証拠を得るには至らなかったものでございます。委員長。中山君。いやけど実にもったいないなと私思うんですよ。で、同時に拉致の生き証人というものが今英雄に北朝鮮ではなっていることっていうのを本当に状況をしていると私は思います。この間参考人でですね、共同通信においでの春菜さんという方がこの部屋に来られて、いろんなご意見を述べられました。その春菜さんが昔書かれた記事がここにあるんです。遅かったシン・グアンスの立件、めぐみさんらの教育係と、ここには何が書かれてあるかというと、この時点で日本の警察は一旦立件を断念したと。泣いて抗議した捜査官もいたが、キャリア幹部は不起訴の可能性が高いと見て立件しなかったと。今谷谷さんからいただいた内容と同じ答弁だったと思うんです。もう過ぎ去ったことは仕方がないというふうに思いますけど、もしですね、こうやって、国民が当時はおそらくほとんど国民は知らなかったこともでもあると思うし、今からみんな見返すと時間軸が考えると、なんだ KCIA が身柄確保しているときに帰国させれなかったのはなぜだと、犯人交換協定引き渡し条約が日韓間になかったからだというのを当時は警察官僚から、私の親父が実は当時拉致議連初代会長で、私は秘書でテイクノートをして同じ部屋にいて、そういうことをおっしゃってたと。その時うちの親父なんて言ったかと、じゃあ警察庁さんと、タイにいた日本赤軍の田中義美はどうやって連れて帰ってきたと言ったら、警察庁はこう答えました。それは相談して連れて帰ってきましたと。
なんでタイのことを聞いたかというと、日台間にも犯人交換協定引き渡し条約なかったからなんです。親父が聞いたのは。で、韓国近いんだから相談して連れて帰ってきたらどうだと言ったら、実は警察庁の方2人と親父と私と4人で話してた中身が翌日の新聞に載りました。中山正明氏、警察庁にクレームって出た。これ親父はものすごく怒ってましたよ当時。で、それ以降、まるで今でもインターネットで、親父はまるで北朝鮮に小渕さんの命令で行って、初代与党三党訪朝団から、そして私も北朝鮮に記録係で行って、淀川藩にも2回会って、親父は一人では一回も行かなかったです。常に行政の方々と一緒に行っていたと。すなわち私がお伺いしたいのは、こうやって我々、町村さんじゃない、木内さんじゃない、私も政治家の家に生まれ育って親の背中見て一生懸命日本の国に国民のための利益と思って命を懸けて北朝鮮に行って交渉をしてきた、ところが帰ってきたらまるで裏切り者みたいに言われて、気がついたら警察庁にクレームという記事が4人で話したところからどうやってリークされるのかと。これ私は忘れられない秘書時代の経験、そして思い出なんです。で、これをなぜ今ここで聞くかって言ったら、こういったものがですよ、後から秘密だと言われて、私が逆にですね、どっかでその指定を知らずに、こういうことがありました、ああいうことがありました、いや中山さんそれは実は秘密なんですと言って、後追いで秘密指定されるような可能性があった場合、私は逮捕される可能性あるんでしょうか。鈴木内閣審議官。お答えします。特定秘密の指定は訴求いたしません。ごめんなさい。特定秘密の指定は訴求いたしませんので、後追いということはございません。ない。委員長。中山君。あ、それは聞いて安心しました。やっぱり多くの国民がですね、いろんな形でいろんな角度から疑問を持っていると。だけども私はですね、警察に期待してるんです。逆にこうやって時には左の人たちからいっぱい叩かれたりもするでしょう。だけど真面目にやってる警察官もいるし、もしかしたらそうじゃない人たちもいる。これは政治家でも学校の先生でもみんな同じことだと思います。だけど私は自民党には治安対策特別委員会っていうのがありますけど、1年生の時から特別委員長をやってた親父の生真面目さを信じて、同じように1年生からやってます。一生懸命治安対策これからも頑張りたいと思ってます。その一番の一助になるのがこの法律だというふうに信じておりますので、冒頭賛成という討論のような意見を申し上げたわけです。ぜひですね、国民の皆さんもこの質問含めていろいろと疑念もあるかもしれませんけど、私ども政治家も戦ってます。ぜひそのことをご理解いただいて、この法律に一人でも多くの国民の方がご賛同賜りますように、内閣総理大臣安倍晋三になりかわりまして、心からお願いを申し上げて私の質問にさせていただきます。どうも本日ありがとうございました。中山君、はい、あなたの質問をちゃんとお父さんが姉で聞いていたと思います。ありがとうございます。はい、はい、次に中島昭久君。中島君。民主党の中島昭久です。今中山委員が本当にいいことを言われたと思ってます。多くの政党よりもまず多くの国民の皆さんにですね、ご理解いただけるような、そういう法案にしていかなければならないし、本来そうあるべきだし、私たちも、そういう法案になるように、そういう法制度になるように、努力をしていかなきゃいけない、それがこの委員会の私は責任だというふうに思っています。で、審議入りしてからですね、まだ10日ぐらいなんですね。この部屋に座っていますと随分長いこと議論してるなという錯覚に陥るんですけども、数えているとですね、まだ10日なんですね。で、森大臣もいろいろこのご答弁についてはブレがあるとか揶揄されてますけども、しかし誠実にご答弁なさっているというふうに私は思ってますし、与党側の理事の皆さんもですね、審議促進にかなり協力してくれていますので、その点については敬意を表したいというふうに思っています。で、私たちはですね、この審議を通じて浮かび上がってきた問題点をですね、51項目整理をいたしまして、
そしてそれに基づいて党内で議論をして、昨日ですけれども党内で決定をいたしまして、民主党案というものを策定いたしました。今日それポンチ絵にまとめて、皆さんのお手元に、お配りをさせていただいておりますので、まあ、ぜひそれを見ながら私の質疑聞いて耳を傾けていただきたいと思います。まあ、民主党がようやく代案を出したんですが、まあ、時すでに遅しという風評もございますが、まあ、しかし逆にちょっと急ぎすぎて、るのが政府与党の側じゃないかなと私は率直に思うんですね。昨日も新聞報道によりますと、日本維新の会のですね、片山虎之助、国会議員団政調会長が、もっとゆっくり議論を進めてもええじゃないかと、まあ、おっしゃったということでありますし、これは与党も野党もなくですね、やはりこういう問題についてはですね、慎重な審議が必要だということについてはご理解いただけると思うんですね。で、私はこの別にこの法案を潰したいから言ってるわけではないんですよ。国家の秘密保護法制というものが我が国にとって長年の宿題であったことは間違いないんです。で、しかもその先進民主主義諸国の中でこういった法制度が立ち遅れている国であったことも間違いないんです。で、NSC も作ってインテリジェンスを強化して、そしてそのインテリジェンスを強化する中で外国との情報のやり取りをする、したがってこういう法制度が必要だ、ここまでは私もですね、十分理解しているんです。ですから、まあ、今国会の日程ありきでですね、議論するのではなくて、やはりもう少しですね、長い時間をかけて慎重に、そして、真摯なですね、議論をしていくべきじゃないかというふうに思っているんです。もちろん政府の立場からすればですね、この機を逃したくないと、ここまで来て、まあ、修正協議もだいぶ大詰めになっているようでありますけれども、まあ、これを来年に先送りするようなことがあればですね、なかなかこれ難しい、何が何でもこの国会でやりたいと、まあ、そういう思考が働くのは私も理解できますよ。しかしね、本件は私前回の質疑の際にも申し上げましたように、民主主義制度のまさに根幹が問われる、まあ、そういう問題がをはらんだですね、法案なんですよ。もう一度申し上げますと、民主主義における国民への情報公開という公益、これと国家の存立に関わるような、これだけ重要法案だって言ったら与党いないじゃないですか。いや、与党いないじゃないですか。ちょっと待ってください。ちょっと整理しますから。整理しますから、ちょっと待ってください。何人か。ちょっと整理しますから。じゃあ、即止めてください。何人か。ちょっと、即止めてください。何人の犬じゃないか。定数は見てるようです。長嶋君、まあ、本当これ大事な審議ですよ。やっぱり与党の皆さんの姿勢やっぱり問われると思いますよ。ダメだよ、写真撮っといて。何やってんだ自民党は。エリアの皆さん撮っといてください。もう一度繰り返します。この法制度というのはですね、民主主義の根幹である国民への情報公開、こういう公益を実現しながら国家の存立に関わるような安全保障の
上の国益、これをいかに守っていくか、まあ、この2つをどうバランスするかという非常に大事な私は法案だと思っています。ですからまあそう簡単に結論が出るような法案ではない。しかし政府の原案を見る限り、後でご紹介しますけれども、そして本委員会の質疑をずっと聞いている限りですね、とても小手先の修正で済むような話ではないんですね。そういう意味で言うとですね、私は畑中さんおられまして恐縮ですがね、みんなの党の皆さんの姿勢は非常に残念でした。同じ野党で内閣総理大臣が第三者機関であるかのようなですね、それは本当に私は、ね、悪い冗談だと思いましたよ。こういうことではなくて、もう少し根本的なですね、議論をぜひ深めて、いきたいというふうに思っています。でそういう意味で私たち民主党が出した法案を今日は紹介をさせていただきながら、国民の皆さんにですね、政府の原案と、そして私どもが提出をさせていただきました代替案とぜひ比較をしていただきながら考えていただきたいと思ってますし、まあ、願わくば政府与党の皆さんにも真剣に考えていただきたいというふうに思ってます。で最初の 1ページご覧いただきたいと思うんですけれども、これは政府原案の概要であります。もし間違っているところがあったら森大臣、ぜひご指摘をしていただきたいと思いますけれども、まあ、4分類に基づいて、特定秘密が指定をされます。そしてそれを取り扱う公務員は適正評価というもの、つまりセキュリティクリアランスを経たものということになるわけです。そして、安全保障に著しい支障を及ぼさない場合に限ってですね、国会に提供されるということであります。まあ、漏洩者あるいは特定、秘密の取得行為によるこの取得ですね、これは10年以下の罰金と、10年以下の懲役を含む処罰になると。そして、秘密に指定された文書というものは5年ごとに、その秘密指定を延長していく。そして30年後にはさらに内閣の承認を得て更新可能であると、まあ、こういうこと、これが概要であります。すなわち何が言えるかというとですね、一つは秘密の指定の範囲というものが広範にわたるのではないかという、まあ、こういう指摘を再三受けています。加えてですね、適正評価、この適正評価の際に不利な扱いをされた場合のですね、防止策がきちんと定められていないのではないか、まあ、こういう批判もございます。あるいは国会の監視機能というものが、これも私後でゆっくりさせていただきますけれども、結局は行政側に情報を提供するかしないか、最終的な判断はですね、行政の側の裁量に残されて委ねられておりますので、ここも国会の監視機能を十分に確保することは難しいのではないか、まあ、こういう批判もあります。それから処罰についても広範かつ著しい処罰になっているのではないか、まあ、こういう指摘がございます。そして私たちが最もこの中でこだわっておりますのは、この1枚目のちょうど下の丸でございます。まず基準を決めるのは有識者に聞くということは書いてありますけれども、結局は政府、そして秘密を指定するのも政府、その秘密の扱いを決めるのも政府、公開するかしないかの判断も政府、解除するかしないかの判断も政府、結局は行政機関の長が全てを判断するという、まあ、こういう仕組みになっているわけでありまして、再三再四この委員会でも指摘をされております C ですね、ディスクレッション C による政府の扱いというもの、秘密の扱い、政府による C による秘密の扱いというものを監視する機能が全くないとは言いません。全くないとは言いませんけれども、もう極めて脆弱である。したがって、指定に相当しない事項をですね、内部的にチェックする。そういう機能が、まあ、著しく欠けていると。まあ、こういうことが言えるんではないかというふうに思っています。で、昨日ですね、参考人として、この場所に来ていただきました中にですね、情報公開、NPO のですね、情報公開クリアリングハウスの代表の三木由紀子さんという方が来られています。で彼女が胃の一番に、おっしゃったことはこういうことなんですね。この法案というのは特定秘密の保護
については極めて充実していると。でこれはまさに物的人的管理を強化していくということと、それから罰則を強化することを通じて政府の権限強化については最大化している、最大限確保している。しかしそれに対してですね、特定秘密の管理、秘密の指定や解除、あるいは秘密指定文書の記録としての管理、こういったまさに政府の説明責任を果たしていく部分については、まあ、極めて脆弱、彼女は最小化と、まあ、こういう表現を使っていました。つまり秘密であればこそですね、政府というのは説明責任を果たす、徹底させる、まあ、そういう責任があるにもかかわらず、その政府の義務は最小化してるんじゃないか。森大臣、こういった批判、先ほど私がルール申し上げた本法案に対する批判、欠陥、この点について大臣としてどういう見解をお持ちでしょうか。森国務大臣。長島委員の、冒頭おっしゃってくださいました本法案のですね、長年の宿題であるという点、そして諸外国に比べて遅れているので、必要性重要性は認識しているというご理解、本当にありがとうございます。政府としてもその点を認識して、この法案必要であるということでご提案をさせていただいておりますが、今ほどご指摘いただきましたさまざまなご懸念については本委員会においてもさまざまな委員の皆様方の質問の中でもご指摘をいただいてきたところでございます。その度にご答弁させていただいておりますが、まず指定の範囲が広範すぎるのではないかという点については諸外国の例も参考にしながら、諸外国の中でも最もですね、限定する形で限定列挙をさせていただいております。そしてこの別表に限定した事項にさらにですね、非公知性と、それから特に必要性というものをですね加えまして、そしてその別表の基準については有識者のご意見を聞いて、さらに細かい事項をですね決め、そしてそれを国民の皆様に公表するということになっております。次にその国会の監視機能でございますけれども、これは10条において規定をさせていただきました通り、国会の秘密会に求められた場合には提供をするということを書かせていただいておりますので、現行法で国会法によって声明を出された場合には提供を受けられないことと比べて、進んだ国会の監視機能というものが設けられているというふうに認識をしております。また処罰についてはですね、現行法の自衛隊法、国家公務員法によってはですね、これまでご答弁をしていただかせました通りですね、まあ、対象範囲または対象事項等がですね、届かない場合もある。例えば国家公務員法については一般職の国家公務員にしか対象になっておりませんが、特別職が入っておりません。そういうことと合わせまして諸外国と同等の保全措置を取るという点で10年以下の刑罰とさせていただきました。この同等の保全措置を取ることによって諸外国との情報共有がさらに進むものというふうに思っております。また一番下のこのポンチをお示しいただきました下の方の丸でございますけれども、指定のですね、決定、それから基準、公開、解除でございますけれども、行政機関がその専門性、技術性に基づいて、判断する。これも国家の安全保障に関わる内容でございますから、それは行政機関がですね、担当する行政機関がですね、責任を持って決めさせていただきますけれども、ここについては有識者のご意見をいただいて、基準を設定していくと。また
その指定の件数、事項、別表のどの事項に当たるかという内容までですね、公表をさせていただいて、そして解除の件数等もですね、定期的に公表をしていく中でですね、しっかりとチェックをするということをお設けさせていただいたところでございます。長島吉田君、森大臣の法案に対する理解は私も共有しておりますが、やっぱり今説明を聞かせていただいて、傍聴されている方もどのくらい納得をされたか分かりませんけれども、やっぱり政府が決めて、いろいろおっしゃいましたけれども、先日見れば政府が決めて、そして公表しますよ、つまりこういうことを決めたってことを公表しますよ、やっぱりまだ私は一方通行だと思うんですね。でこれは一番のポイントは何かというと、権力が間違う可能性があるということについてのやっぱり謙虚な姿勢だと思うんです。私たちも本当に政権を担当して痛感しました。間違いもたくさんありました。でそういう意味で私はそこをですね、やっぱりそういう間違いを未然に防ぐ、あるいは間違いを是正する、そういう装置、そういう仕組みをですね、やはり一方で準備する、しておく必要が私は制度的にあるんだろうと思っているんです。でその意味で一番私はこの間こだわってきたのは、恣意性の排除、政府が恣意的な意図やあるいは行為で秘密が不適切に秘密の範囲が拡大をしたりということを抑止するようなですね、抑止するような制度を一方で作って国民にお示しをしなければ、どんなに政府が誠実にやってますやってますやってますと何万回説明しても、これはなかなかですね、納得をしていただけない。民主主義の制度っていうのはどれだけ国民に納得してもらえるかということが私は勝負どころだというふうに思ってますんで、これから民主党のその辺のですね、制度的な手当について少し紹介をしておきたいと思います。ポイントは一つはネガティブリスト、つまりこういう場合には秘密しちゃいけないんですよと、秘密指定してはいけないんですよ、こういうことをまず法文の中に盛り込みました。そしてもう一つはオーバーサイトです。第三者機関、こういった客観的に、行政の中ではありますけれども客観的に政府の行為について審査する、そういう機関を作る必要がある。一つは行政の中に作る、もう一つは国会ですよ。国会のオーバーサイト機能というものをやはり相当充実させなきゃいかんというふうに思っています。でその点で、民主党案ちょっと説明させていただきます。まず一つは秘密の範囲を絞っているということです。それから二番目が今申し上げたように、秘密指定禁止事項というのを特別に設けました。違法行為を隠蔽するような場合、あるいは行政の瑕疵というものを、こんなことは外に出たらまずいな、じゃあ秘密にしておこう、こういったことを防ぐためのそういう隠蔽の場合もこれは秘密指定してはいけない、あるいは公正な競争を阻害する、そういった場合もダメ、こういうネガティブリストを一つ付けさせていただきました。それからこれも与野党協議の中でかなり課題になっていると思いますけれども、30年後の公開原則であります。これを徹底させるために私たちは独立行政委員会としての審査機関、私たちは情報適正管理委員会というふうに名付けました。これは内閣府設置法49条に基づく内閣府の外局としての機関であります。公正取引委員会のような機関であります。こういう機関、第三者機関を作って、この機関がこういった30年後のですね、公開秘密の解除については延長する際、この機関が許可をする、審査をして、これならやむを得ないということで許可をする、こういう仕組みを作りました。それから処罰についても、もちろん漏洩の側は持っているほかでありますけれども、報道機関など取得者についてはこれ最低限と書いてありますが、現行の国家公務員法の規定を超えるような形での規定は盛り込まない、つまりは知る権利および取材報道の自由というものを最大限保障する、こういう形にさせていただきました。罰則も多少軽減をさせていただきました。加えて、公文書の管理法、それから自衛隊法を改正をいたしまして、まず行政文書廃棄
この廃棄のルールというものが今定められていないことがかなり問題になっている。防衛秘密に関わる問題でもこの委員会でかなり指摘をされました。こういうルールをきちっと厳格に作るということ、それから私どものこの法案ではですね、防衛秘密もこの管理法の公文書管理法の中に、まあ、適用の中に、まあ、入れ込ませていただきました。従いまして、これ私前回の質問の最後にも申し上げましたけれども、秘密の指定や解除について行政機関の長がこれまで独占されてきたんです。まあ、この政府の原案でも独占されているんです。これをもう少し伏線化する、つまり第三者機関を作る、あるいは国会の監視のもとにきちっと置く、それから秘密禁止事項を設けて、この秘密禁止の事項に当たるような可能性があるなと取り扱いをしている公務員の方が感じた、そういうことに気がついた、あるいはそう考えた場合には躊躇なくですね、そういったことをこの情報適正管理委員会に通知をして調べてもらう、本当にこれが適正な秘密指定であるか、まあ、こういったことを一つ考えまして、運用基準もこれも委員会の方で決定をすると、まあ、こういう仕組みを考えさせていただきました。これは一つ、それからもう一つは、これまでのところ、あと国会法の改正についても、これから議論していただきたいと思っていますが、これまでのところで、いかがですか、大臣、私どもの案について、これは大変重要な指摘だと、これから修正協議もあるので、これはできる限り盛り込んだ方がいいのではないかと、まあ、いわや、理事もおりますので、その辺の大臣としてのご所見を受けたまりたいと思います。森国務大臣。修正協議等は政党間同士で行われることでございますので、それに対するコメントは差し控えたいというふうに思います。また民主党案についても今ほど説明をいただいたばかりでございまして、まあ、条文は私御党のホームページにあるものを入手してまいりましたが、これだけの量があります。やはり詳細に検討する必要があるかというふうに思っております。今ルールですね、お伺いした中でですね、一つ私が思いましたのは、防衛費をですね対象外としていいんだろうかというところでございます。私どもの法案ではですね、これを共通ルールを確立するという意味から防衛費も入れております。やはり現行の特別管理秘密、いわゆる特管費の中でも件数がありますし、防衛費というのはやはり安全保障のに関わる情報の中で中心をなすものと思っておりますので、これについてやはり政府共通のルールを作るということ、それを諸外国に対してもですねしっかりと保全措置を共通ルールで定めているということをお示しした上で情報共有するという上ではですね、やはり私どもの法案はこのように防衛費もですね共通のこの法律で定めるというふうにしたところでございますので、そこの部分がですねちょっと違うのかなというふうに思いました。中島岸田君。ルール説明をさせていただいて、大臣からいただいたコメントは、まあ、防衛秘密を除外するのはいかがなのかという一点だったということはですね、あとはだいぶいい線いってるというそういう理解をさせていただきました。まあ、防衛秘密をですね、いやいや、防衛秘密を除外するかどうかについては私も実は疑義があるんです。いや、これは個人的な、私の個人的な意見、個人的な意見、まあ、これはその制度ってのは 100% ってことはありませんからですね、これは党内にいろんな議論があるのはこれは仕方のないことなんですが、さて、じゃあ国会法との関係、これも私非常にこだわってきました。特に大島筆頭理事はここはもう本当にこだわってきているところですので、改めて、ここ議論したいと思うんですが、大臣とですね、やはりさっき大臣もですねご説明なさいましたが、104条の規定ですね、104条の規定は結局内閣が声明を出せば報告または記録の提出をする必要がないという、まあ、そういう条文になっていることを前提に考えると、この法案の10条、
の規定は、この特定秘密を提供することができる、つまりその保護措置を講じればできるんですよと、一歩前進じゃないですかという大臣のご説明のお気持ちは分かりますけれども、これは私は不十分だと思っています。一つは重大な欠陥があるということ、それからもう一つは不十分であるということ。重大な欠陥は何かといったら、これはやっぱり保護措置について政令で定めるということになっていることなんですね。つまり立法府、国会の自律性というものをですね、明らかに侵害する規定がこの10条のこの政令に伴う規定ぶりになっているということ、ここはやっぱり克服しなきゃいけないと思っています。これが1点。それからですね、基本的にはこれは大臣と問題意識は同じだと思いますけれども、国会が必要と認めた場合には提供する義務をね、行政の側を負うというような規定ぶりに私は改める必要があると思いますので、この10条はこの10条の国会についての書きぶりはですね、文言はこれは私ども提案としては全文削除、ここは改めて国会法の改正で、やっぱり望むべきじゃないかと。つまり公益の必要によってですね、公益上特に必要があると認められるときに、次のような機関に、情報を提供できるということで、他の捜査機関も含めて横並びになっているんです、この10条は。やっぱりこれはこの10条から国会についての規定はまず外す、その上で国会法をどういうふうに私たちは改正しようとしているかというとですね、この104条の2を設けようと。もう一つ、この内閣の声明で諦めるのではなくて、さらに2の条文でですね、私たちは情報の保護に関し必要な事項を各議員の、衆参の各議員の議決によって定めると。まずでそういう定めた措置を講じることによってですね、そういう措置を講じることによって必要な報告や記録の提出を求めた場合には、内閣はその求めに応じなければならない。つまり国会の側が主体的な判断をしてきちっとルールを定めたということをもって、必ず内閣が情報を国会に提出をしなければいけない。まずこれが原則です。しかしこの10条に書かれているように、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがそれでもまだあるといった場合には、内閣はですね、その理由を、私たちの仕組みはですね、国会の議長、衆参の議長に対して訴明しなければならない。各々しかじかの理由でこれはちょっと提出できないんですよと、こういうことを言っていただけるんです。でそれをもって議長が納得できればもうそこで終わりです。議長が主体的に判断して納得できれば終わり、しかし議長が納得できない場合には、その理由が受諾しえない場合についてはですね、見せなさいと。これは議長、副議長、副議長に今聞く仕組みになってますけれども、議長が主体的に副議長に聞いて、この情報はさすがに今この瞬間、外国との関係もあるし、いろんなことがあって安全保障上の重大な侵害の恐れがあるから、まあこれはじゃあ私たちはインカメラで見たけれども、まあこれはいいでしょうと。でこれ大きく違うのは何かといったら、行政の側がこれはダメですよという判断で見せないんではなくて、国会の側がこういう情報だったら見る必要はない、見せる必要はない、国会は公開が原則ですから、こういうことは必要ありませんということを国会の側が判断をするという、こういう仕組みに変えるべきだという提案をさせていただいているんですが、大臣いかがでしょうか。はい、森国務大臣。はい、まず国会の監視機能をきちっと及ぼしてですね、行政の私を排除しなければならないという目的自体は長島委員と認識を共有しております。その上で本法案10条でございますけれども、今までご答弁してきましたとおり、国会のですね、最高機関制をですね、侵害するものではございません。ご存知のとおり、長島委員きっと分かった上でご質問していらっしゃるとは思いますが、本法案刑罰規定でございますので、刑罰がですね、
他の者にですね、特定秘密を渡した場合はですね、原則刑罰がかかるんですね。その刑罰をかからないように除外をしていかなければいけません。行政機関の長が国会に渡したときに、通常の原則でいくと刑罰がかかる、10年かかるようになっているものを外すために、規定するとき、刑罰放棄はですね、これはできると書くんですね。ですから、本当は渡すことできない。渡したら刑罰ですよ。だけど国会の場合できるというふうに書いてあって、その行政機関の長の刑罰を外すために書いてある規定ぶりでございまして、法技術的な問題でございまして、これは国会の最高機関制を侵害する規定ではないんです。行政機関の長をのための刑罰放棄についての規定ぶりでございます。ですから、当初から答弁申し上げています通り、国会法104条に規定してあるですね、原則、国会に求められたら出さなければならないということはもう当然です。大原則です。その上で、さらにですね、これは、国会の秘密会の場合はですね、保護措置さえあれば、もう声明を出さないで出せるということで、104条よりも一歩進んでいるということで、まあ、御党のその104条の2項を設けるということと、目的は同じだと思うんですが、この国会審議の中で、ルール、やっぱりここの書きぶりがですね、わかりにくいと。実は国会をですね、行政が縛ってるんじゃないかというようなご疑問をいただきましたので、今規定ぶりについては、まあ、政党間の修正協議の中で、協議をされておると承知しておりますので、ここは今私がご説明した趣旨の通りにですね、わかりやすく修正されることをですね、まあ、望んでおります。委員長、中島君。いや、最後いいご答弁だったと思いますよ。これぜひ明記していただきたいと思います。大臣ね、できる規定の法技術的な解説は全くその通り、私も別にそこを噛みついたわけじゃないんですよ。そうではなくて、やっぱりその国会法っていうのは基本的には公開原則に基づいて作られてるわけですよ。で、今回こういうことになってるのは安全保障上に関わるですね、秘密指定というものが行われて、今度は秘密でやらなきゃならない、本当に例外的な事項が、事象が現れてきている、こういう立法事実に基づいてどうするかって話なんです。ですからこれはやっぱり好きに言った方がいいと思ってるんですよ。別に大臣、こういう法改正を妨害しようと思ってるわけではないと思うんでね、これはぜひ聞いていただきたい。それから大臣も非常に苦しい答弁をされた、政令で定めた措置を定めて、かつ安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めるときっていうときにですね、勝つと書いてあるにもかかわらず、措置をすれば、保護措置を講じれば、安全保障上の支障を及ぼす恐れがないものとみなすというようなですね、ご答弁されたけど、これも確かに、この10条の条文がもたらす混乱なんですよ。で、そういう混乱を排除するために、すっきりとですね、104条の規定を私が先ほど申し上げたような形に改めることによってですね、判断の主体はあくまでも国会。この情報の提供について行政裁量は認められないという原則をですね、やっぱりここで確認しておく必要があるというふうに思っています。まあ、いずれにしても、私とどもの法案というものがですね、今日傍聴されている方、あるいはこのインターネット、テレビをご覧になっている方、どこまで説得力があったかどうか、これはご判断に委ねるしかありませんけれども、これはぜひですね、与党側の理事さんにも申し上げたいと思いますけれども、ここはじっくり腰を押し付けて、私どもの提案もじっくり見ていただいて、今、大臣、先ほど意味事項も時間、すべて読む時間がなかったというふうにおっしゃっておられましたけれども、まあ、ぜひですね、後でぜひ読んでいただきたいと思いますし、これは与党の委員もですね、ぜひこれは検討に、私は手前無数ですが、値する代案だというふうに思っておりますので、まあ、ぜひそれを検討の上、どこまで取り込めるかが、これからの1ヶ月、2ヶ月の勝負だというふうに思いますので、その点を改めて強調させていただいて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に、丸山穂高君。委員長。はい。丸山穂高君。日本維新の会の丸山穂高でございます。特定秘密の保護法案に関する法律案につきまして質疑させていただきます。
与野党の協議もまあ佳境に入っておりまして、国会の審議も今佳境に入っております。で、森大臣も大変ですね、誠意を持って答えていただいております。まあ、今、若干抜けられているようですが、戻ってこられてから大臣にお伺いしたいことはお伺いしたいと思いますが、まずは事務方の方にお伺いしたいと思っているところから、まず聞かせていただいて、森大臣への質疑につなげさせていただきたいと思います。まずですね、我が党も修正案を出しておりまして、今回、まあ、かなり修正協議の中で揉まれてきているところでございますが、その中で一つその罰則の部分を出しております。罰則においてですね、スパイ行為に関係するものについて、まあ、その対象を追加する修正案なんです。まあ、具体的に言いますと、その目的という形で外国に利する目的で行われたスパイ行為に関してはですね、正当な方法で取得する場合でも罰するべきじゃないかと、いわゆるそのスパイ防止法の観点 の切り口だと思うんですけども、この観点につきまして、そもそも政府側としてどのように考えているのか、この目的というものをつけていない意味というものはどこにあるのか、政府側の答弁を求めます。鈴木内閣審議官。お答えします。目的を付してない理由につきましては、目的の理由を問わず、取得行為自体が秘密の漏洩という観点で、国の利益を害するという観点で、目的をつけてないものでございます。丸山穂高君。つまり逆に言えばですね、外国を利する目的で行われたスパイ行為であってもですね、その正当な方法で取得した場合にはこれは罰せられないという理解でよろしいでしょうか。鈴木内閣審議官。お答えします。本法案23条は同条に規定する詐欺、暴行、脅迫や財物の窃取等による特定秘密の保有者の管理を害する行為を対象としており、いわゆるスパイ行為であっても正当な方法で取得した行為は処罰の対象とはなりません。丸山穂高君。今委員からしょうがないという話もありましたがですね、まあ順番があるのかもしれません。そこは十分理解はしておりますけどもですね、やっぱりこのあたりをですねやっていかない限りはですね、結局のところその海外を利するような行為というのはなくなっていかないところでございますので、今後のこの先に NSC もできまして、そして私昨日の参考人質疑でもお話しさせていただきましたけど、やはりきちんとこの戦わずして勝つ、孫子じゃないですけどもですね、他国との中で戦争はしないというこの我が国のですね中でですね、やっぱり情報戦こそが肝でございますんで、インテリジェンス機能も含めまして、そしてなおかつカウンターインテリジェンスの点である、その正当な行為であってもスパイ行為に対して何らかのこうアクションをかけていくというのは非常に大事なところでございますので、今後の検討に期待しております。でもう一つ森大臣戻ってこられる前に伺いたいと思っていたことがございます。それはその安全保障の定義でございます。今法案我が党のですね修正案いくつかある中で、もう一つ最初の5つある中で一番目に問題視しておるのはですね、安全保障という言葉が出てくるんですが、この定義が非常に明確でなかったことでですね、そしたら何でもかんでもこれは安全保障に入ってしまうんじゃないかというお話が、ありました。前回の、質問でですね、参考人の方からですね、政府参考人の方から外部からの侵略等の脅威に対しましては国家及び国民の安全を保障することだと、そして国家及び国民の安全とは国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく平和で平穏な状態に保たれていることを意味しているというお話でございました。今ちょうど森大臣に戻ってこられましたので、これは確か政府参考人の言葉だったと思うんですが、これは森大臣としてもこの認識で、この法案のこの安全保障の定義はこれでよろしいということでよろしいでしょうか。森国務大臣。はい、審議官がお答えした通りでございます。委員長。丸山穂高君。非常に大事な点でございまして、これは国務大臣がですね国会の場で答えられたということは、今後のこの定義の部分に影響を与えるものだと思う、大きいこういう定義だということだと思うんですけども、一方でこの一つですね気になっているところが、またこの党という言葉が入っておりまして、外部からの侵略等とあります。これを詳しく前回の政府参考人がですね、外国の情報機関が我が国の政府が管理する情報等を不当に入手する場合や、大規模な破壊を伴うテロや政府高官の暗殺、
そして無差別テロ、無差別爆発テロ等の活動が行われる場合などと、列挙されましたが、これは他に等ということで、その他何か、想定しているものはありますでしょうか。お答えください。鈴木内閣審議官。お答えします。他にということでございますので、例えば我が国において外国の工作機関が日本人の拉致を行う活動や、外国のために非合法な活動を行う団体に資金等の援助を行う活動が含まれます。以上。丸山穂高君。現状でそれ以外に何か想定しているものありますか。今のところその今列挙されたものでよろしいですか。はい、鈴木内閣審議官。まあ、この他にも考えられるものはございますが、今の時点ではこの2つがとりあえず考えられるものでございます。成山穂高君。どうしてこんなにしつこく伺っているかというのはですね、今回の法案、私は非常に大事な法案だと思っています。そもそも国家として最低限守らなければならない秘密というものがあって、それを守るためのきちんとした法整備がなければ逆に危ういものになりかねないとそれは思いますので、ただ一方で国民の知る権利に対する懸念というものが高まっている、強い懸念の声もある中で、少しでもやはりどういったものが当たるのかということを明確にしていくことが必要だと思います。森大臣来られたので、ここから森大臣に具体的にお伺いしていきたい内容に移っていきますが、先ほども少しお話しあったようにですね、修正協議に影響を与えるのでコメントを差し控えたいという言葉が最近多くなってございます。これはですね、非常に私問題だと思っておりましてですね、森大臣はその大臣でもございますけど、与党にいらっしゃる中で、そしてこの議員内閣制においてはですね、やはり与党と政府というのは一体でコメントしていただければ、見解いただければ何より、そしたら与野党の修正協議終わってから国会審議しなければ何の意味があるんだということになりかねませんので、しっかり森大臣も修正協議をお聞きになっていると思いますけれども、含めまして現行の法案を絡めてで構いませんが、お話をきちんとそのようなコメントを差し控えたいという形ではないようにきちんとしていただきたいと思います。そしてまず30年を超えて延長する場合の特定秘密の、例について少しお伺いしていきたいと思います。今回ですね、その情報を公開することによって、相手国が対抗措置を取ることによってですね、我が国の安全保障に著しい影響を与える恐れがあることについて説明できるものということと、そして人的な情報であって公開することで、その人またはそのご家族の方、相続された方等に報復措置が及ぶような恐れがあると、あとは暗号という言葉も確か出てきたと思うんですけども、これは、その他どういったものが考えられますでしょうか。今、新聞記事等で修正協議の、項目が出てまいっておりますが、具体的に森大臣、どのようなものを想定されていますか。はい、森国務大臣。修正協議に関わらないところについて、私は誠実に答弁しておりますことを前提として申し上げさせていただきたいと思います。その上で、修正協議政党間で行われているときにですね、大臣である私がですね、具体的な内容にまで、言及をいたしますと、政党間の信頼で行われている修正協議に影響を与えてしまいますので、私はですね、その具体的な内容については御党と与党で誠実に協議を行われていると思っておりますので、それはお任せはいたしたいと思いますけれども、30年を超えてもですね、当該情報を特に必要であるというものはですね、いくつかあるというふうに考えております。はい、丸山穂高君。いくつかあるじゃあですね、じゃあ何なんだって話になると思うんですね。で、じゃあ具体的に申し上げます。これ修正協議といってもですね、もう新聞記事になってますので、オープンなものだと思いますけども、一つ、国民の生命や、領域保全に関する外国政府との重要交渉方針など、そしてもう一つは外国政府から60年を超えて秘密協定を行う、秘密指定を行うことを条件に提供されたものというものが記事等では入ってございます。こういったものは実際に存在するのかどうか、具体的にどういったものが、考えられるのかどうか、言える範囲で構いませんけれども、お答えいただければと思います。森国務大臣。ごめんなさい、大臣が、はい、鈴木内閣審議官。
先ほどのご指摘の外国政府または国際機関から30年を超えて秘密の指定を行うことを条件に提供された情報ということでございますが、外国から指定機関を条件に提供される情報も実際にあると考えております。はい、丸山穂高君。この場合もこの法に基づくとその別表に関するものに限られるということでよろしいんですよね。次、内閣審議官。お答えします。別表に該当することが前提でございます。丸山穂高君。承認その修正協議上ですね、じゃあこれが何を指すんだっていう話がですね、誰もが思うところだと思うんですけども、このあたりですね、出しにくいのはわかるんですが、具体的にお話をできる限り言っていただきたいと思うんです。で、今回ですね、その報道も含めまして、私自身非常に危惧しているところがございます。先ほど少しお話もありました、第三者機関のチェックの部分でございます。このチェックについてですね、総理も外遊中でございましたが、一部の提案にある第三者的な仕組みによって適切な運営を確保すると、そういう仕組みを作っていくことも重要な課題であるというふうに答えてられております。そして森大臣も、この委員会でですね、何度も検討するという明言されました。その後これ検討はされていらっしゃるんでしょうか。スケジュール感というのはどういったものをお考えなんでしょうか。それについてまず大臣からお伺いしたいと思います。はい、森国務大臣。御党 の、 山田委員から、ご質問をいただいたときに、ご指摘のような答弁をいたしました。今もその考えに変わりはありません。検討のスケジュールについて申し上げるのは控えたいと思います。丸山穂高君。この第三者機関というのはですね、我々通常聞けば、公正取引委員会のようなですね、独立行政委員会をイメージすると思うんですが、一方で今民主党さん、みんなの党さんとですね、修正協議で首相が第三者機関にですね当たるというような話も出ておりますが、大臣、よもや第三者機関に首相が当たるなんてことはありえないですよね。大臣お答えください。はい、森国務大臣。私は山田委員のですね、ご質問にお答えして、行政内部に第三者的な機関を設けることが必要だというご指摘については真摯に受け止めさせていただいて検討してまいりたいというふうにご答弁を申し上げました。そもそもの趣旨はやはり行政機関の長がですね、秘密を指定またはですね、解除するときに恣意的な作用が働くのではないか、その行政の恣意を排除していくためにそういった仕組みが必要なのではないかというご提案だと思っております。私は山田委員にご答弁したとおりですね、そのご提案を真摯に受け止めてまいりたいというふうに思っております。丸山穂高君。全然お答えになってないですね。その私が伺っているのは第三者機関にこれ首相が入るのかどうかというのは非常に大事なところなんで、もう一度お答えください。森国務大臣。分かりました。それはですね、政党間の修正協議の内容でございますので、私から申し上げると影響を与えますので、それは控えたいと思います。丸山穂高君。全くもっと今事実関係を聞いてるんですよ。第三者機関に主張が含まれるかどうか、大臣としてどう認識されているかというのを伺ってるんですよ。全く修正協議の重なる部分でありますけど、一方で関係ない部分、大臣のご見解でありますよね。第三者機関という形で首相が入ることがあり得るんですか。もう一度伺います。森国務大臣。ですね、委員 の、 ご質問はみんなの党という政党名を挙げて、修正内容をご提示をいただきましたので、誤解も与えると思いますし、修正協議の内容に関わる部分でございますので、言及を控えたいというふうに思います。丸山穂高君。そしたら修正協議関係なくですね、第三者機関の検討をするとおっしゃいましたね、大臣は。はい、この場合第三者機関に首相が入るんでしょうか。想定されますか。お伺いします。
森国務大臣。私はですね、山田委員に対しては行政内部に第三者的な機関を設置するというふうに申し上げました。それについて具体的な内容については今まだ検討中でございます。でこのご質問のことについてはですね、修正協議の内容と同じ言葉が入っておりますので、誤解を与えたり影響を与えたりすることがありますので、言及は差し控えたいと思いますが、私は御党のですね、山田委員のご質問にご答弁した時と全く同じ見解でございます。同じ気持ちでございます。真摯にですね、そのご提案を受け止めて、検討してまいりたいし、今でも検討中でございます。丸山穂高君。いやですね、検討したいという言葉で、じゃあ検討本当にどういうふうにするのかというスケジュール感もない、そして第三者機関に首相が入るかもしれないという話まで出てきた。それを聞いて、それはですね、おかしいと思う方が普通であって、通常の考えであれば第三者機関には首相は入るわけがありませんし、じゃあそれはちょっと具体的にお伺いしたいんですけどね、じゃあ現状の政府として第三者機関を設置している場合、首相が入る場合があるのかどうか、政府としてお答えください。大臣ですよ。今答えたんです。大臣答えてください。いや、鈴木内閣審議官。そしたら交渉してる意味がないじゃないか。いやいや、検討するって話をしたんだから。お答えします。ちょっと手元に網羅的な資料ございませんので、お調べて回答いたしたい。調べてじゃないですよ。延長です。丸山穂高君。いや、調べてっておっしゃいますけどですね、ちょっときちんとそれは資料を提出していただきたいと思いますけども、それは委員長お払いをお願いします。それはそれとしてですね、大臣ちょっとお伺いしたいんですけども、ここは本当に大事なところです。我が党としても、いや、そんな風にどんどん変わってくるんだったらですね、これは交渉している場合ではなくてですね、きちんとこの公の場で議論すべきでありますし、もっといけば修正案が出てきてから国会でやるべきじゃないんですか。こうやってどんどん変わっていく、しかも第三者機関と言われて通常想定しているようなものじゃない可能性があるなんていう、しかも検討すると言われて、それは黙ってる方がおかしいんです。もう一度大臣ちゃんとお答えください。第三者機関に首相が入ることはあるんですか。森国務大臣。ご質問については前と同じご答弁でございますけれども、御党のですね、山田委員からご提案をいただきました事柄については御党との間で、御党と与党との間で修正協議が行われているというふうに、承知をしております。それ以外の党とはまた別個にですね、維新の会と与党との間で修正協議が行われていると承知しております。その中でもですね、今のご提案のことについては修正協議がなされているというふうに承知しておりますので、その中の修正協議がですね、進むことを見守りたいというふうに思っております。丸山穂高君。修正協議ではなく、この通告もしました第三者チェック機関について、お伺いしております。この第三者チェック機関にこの政府関係者、首相を含め閣僚を含め入ることがあるのかということをお伺いしているんですが、全く修正協議と離れてください。大臣まず離れていただいて、そしてご検討されると話された、そして政府内でも話が検討が始まっているとはもちろん思うんですけども、ここで第三者機関について首相が入ることはあり得るのか、そしてそれは過去の段階で大臣今までにご経験された中でも構わないんですけども、こういったものが入ってたものがあるのかどうかも含めて、大臣のご知見を今検討している段階の政府案について聞いているだけで、大臣の見解を聞いているのであって、修正協議の話を聞いているんじゃないです。そこを明確にして大臣のご見解を伺いたいと思います。森国務大臣。丸山委員の
ご質問がですね、修正協議と離れてということでございますが、ご質問の始まりが修正協議のご提示から始まっておりますので、これはやはり誤解を与えると思いますし、修正協議とに関わる内容になりますので、この点については修正協議の方にお任せをして、政党間のことでございますので、また真摯にですね、協議をさせていただいているというふうに承知しておりますので、そこは敬意を見守りたいと思いますけれども、他党との修正協議とは別個ですね、別個にですね、維新の会との間もですね、間でも修正協議が行われておりまして、この第三者チェック機関についても、事項を挙げてですね、具体的なご提案を挙げてですね、協議中というふうに伺っております。ですから、その協議の中でしっかりとその内容もご確認をいただければ、真摯に与党は対応すると思いますし、私の大臣としての見解はですね、山田委員にご答弁した時と全く変わっておりません。やはり本法案では有識者会議の基準等の重層的なチェックシステムを設けてまいりましたが、委員の行政機関の内部にですね、山田委員がですね、行政機関の内部に第三者的な機関を設けたらどうかとご指摘をいただきましたので、そのご指摘は謙虚に受け止めさせていただきまして、検討させていただきたいと思いますというふうに答弁をした、その時から一切変わっておりません。有山穂高君。ですね、まさしく聞いてらっしゃる方は大臣歯切れ悪いというふうに思ってると思いますよ。これ大事な話なんです。第三者機関、じゃあ伺いますけども、大臣ですね、この第三者機関とおっしゃっておりますけど、これはどういう定義でおっしゃってるんですか。お伺いします。大臣、これでいいですか。はい、森国務大臣。はい、私はですね、山田委員が第三者機関とおっしゃったんですが、私が答弁した時の第三者機関というのは、そもそもの趣旨がですね、行政機関の長が特定秘密を指定をいたします。また有効期間も決めます。そして解除もいたします。そのことがですね、恣意的に行われるのではないかというような国民の皆様からの ご懸念、または山田委員からのご指摘、そういうものにお答えして、第三者的な機関がですね、チェックをするということは、その行政機関の長から見て、第三者機関がですね、チェックをすると、そういう意味で申し上げました。丸山穂高君。つまり今のお話であれば、行政機関の長と第三者機関 のメンバーというのは違うということでよろしいんですね。森国務大臣。はい、特定秘密を指定する行政機関の長と違うメンバーを想定しておりました。丸山穂高君。秘密の延長に関しましては、内閣の承認という形で、出ておると思うんですけども、この承認は閣議決定というお言葉がありましたね。となると閣議決定はもちろん首相が入っていると思うんですけども、この行政機関の長、首相が入らないと考えるのは通常じゃないんですか。もう一度お答弁お願いします。もう一度ちょっと、丸山穂高君。つまりその第三者機関にですね、行政機関の長とは別のメンバーが当たると今ご答弁だったと思うんですけども、そこには通常今のお話で聞いていれば首相が入らないという認識で取ってしまうんですけども、それでよろしいんですよね。はい、森国務大臣。ただいまご答弁申し上げましたとおり、本法案において特定秘密を指定する行政機関の長、それと異なる第三者機関というふうに考えております。丸山穂高君。この行政機関の長にはでは総理は含まれないんですか。森国務大臣。私はですね、先ほど丸山委員のご質問がですね、修正協議の内容から始まりましたので、修正協議の内容に出ている事項については、修正協議に重大な影響を与えますので、お答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。丸山穂高君。
ではこの法案において行政機関の長には総理が含まれるのかどうかご答弁をいただきたいと思います。はい、鈴木内閣審議官。本法案につきましては内閣官房の長として内閣総理大臣が含まれます。委員長、丸山穂高君。委員長、つまりです、今のご答弁聞いたら総理を含む行政機関の長は第三者機関のメンバーであってはおかしいんでしょ。そうなんですよ、行政機関の長兼ねるんですよ。どうなんですか、今ご答弁ください。森国務大臣。第三者機関についてはですね、私はその山田委員からご指摘をいただきまして、まあ検討しておりますけれども、まあ、様々なあの形態が考えられると思います。まあ、そもそも の趣旨はですね、ご提案いただきました趣旨はやはりこの特定秘密の指定、有効期間の設定、解除というものがですね、恣意的に行われるのではないかというご懸念に基づくものだと思います。で、私はこの指定というものがですね、具体的に、まあ、事項ごとに行われますので、それをですね、しっかり、まあ、チェックをできる機関が第三者機関であるというふうに、まあ、思っております。丸山穂高君。端的にお答えいただきたいんですけども、第三者機関とそして行政機関の長は異なるメンバーであるということでよろしいんですね。先ほどお話しされましたけど、それでよろしいんですよね。はい、森国務大臣。はい、先ほどお答えをしました通り、山田委員からご提案をいただきまして、第三者的な機関について私は謙虚に受け止めて、検討しますといったその第三者機関はですね、特定秘密を指定する行政機関の長と異なるメンバーを想定をしております。丸山穂高君。そして今の政府答弁であれば行政機関の長に総理が入るということでありますので、これは論理的に総理はこの第三者機関のメンバーではないということでよろしいんですね。大臣お答えください。はい、森国務大臣。ですね、特定秘密のですね、指定のですね、仕組みを考えたときに、特定秘密はですね、行政機関の長がですね、具体的事項について、一つ一つの事項について指定をし、有効期間を定め、解除をしたりするわけなんでございますが、その特定秘密を指定する行政機関の長と別のメンバーというふうに考えております。丸山穂高君。まあ、つまり今の言葉では総理は行政機関の長であるというご答弁で、そして異なるメンバーだということで、明らかにですね、総理は入らないというふうに取られられると思います。いずれにしましても、なぜこれ時間使ってまで伺ったかというと、非常に大事なところで、第三者機関が、それが恣意的なメンバーであればですね、これチェックすることができないんですよ。そうすると維新案の我々も言ってる、ずっと言ってるものに関しても、これが大前提が、変わってくる問題ですので、これは非常に重要なところなので、政府内でぶれないようにきちんと政府与党でやっていただくようお願いします。資料の件はよろしくお願いいたします。そして最後もう一つ時間がなくなってきたので伺っておきたいところに論点を移りたいんですが、その特定秘密を指定できる行政機関を絞るかどうか、今現状では法案上書かれておりますが、私としましても党としましてもですね、やはりもっとこれを絞っていくべきじゃないかと考えています。現状でもですね、特別管理秘密、どこの省庁が文書を持っているかというのが以前のこの委員会でも明示されました。それによるとゼロ、特別管理秘密ですらゼロのですね、役所は多々あります。具体例を挙げましたら、これは24年12月31日現在なので間違いがあれば、訂正いただきたいんですけども、内閣法制局、そして公正取引委員会、消費者庁、復興庁、そして法務省、農林水産省、環境省が特別管理秘密がないということでございますが、これは現時点でもこれは事実ということでよろしいでしょうか。鈴木内閣審議官。お答えします。現時点の情報がちょっと手元にございませんので、先生ご指摘のとおり平成24年12月31日現在ではご指摘の官庁について特別管理秘密がないと承知しております。
丸山穂高君。この特別管理秘密、いわゆる特管費ですらですね、指定がない省庁が今回特定秘密を指定することがあり得るということになってますけども、これどういうことなのか具体的にお伺いしたくて、特管費ですらない省庁がじゃあ特定秘密を指定する状況というのはどういったものを考えになっているのか、具体例今挙げた省庁いくつかあると思うんですけど、それ全部挙げろとは言いません。いくつか挙げていただいて、どういったものが当たるのかを具体的にお示しいただければと思います。鈴木内閣審議官。お答えします。例えば農林水産省が領有権問題がある海域における漁業交渉の対処方針を今後特定秘密に指定することがありえますが、現時点においては特別管理秘密として指定していないということでございます。丸山穂高君。例えば内閣法制局どうですか。その他の省庁1個だけ挙げられましたけど、他の省庁は。鈴木内閣審議官。お答えします。他の省庁についても今後はあり得ると考えますが、とりあえず、報告が上がってきましたのがその農水省のものでございます。丸山穂高君。通告文でもですね、一応全省庁出してくれという話をさせていただきました。その中で今農水省が今の話が上がってきたということだけでございます。これ我々言ってるのはですね、何も指定するなという、大事なものに対して指定するなと言ってるわけじゃないんです。ただですね、別表で示されているよう4項目大枠でくくれるわけですね。そして外交に関する問題、防衛に関する問題、そしてテロ等あると思うんですけど、つまり外務省や防衛省、そして官房長官、まあ、内閣官房ですね、がきちんとですね、そのチェックすること、指定はその3大臣に、まあ、総理も入れる4大臣、NEC の4大臣会合のメンバーに絞っていく、そして別にそれを提供することは、各省庁に対してこの法案でできるんですよ。指定するメンバーを絞らないと、何でもかんでも恣意的に指定できるんじゃないかという懸念が拭えなくて、むしろ逆に絞る方が秘密を管理する上でも非常に有益だと考えておるんですが、このあたり大臣どのようにお考えですか。鈴木内閣審議官。お答えします。現時点において特別管理秘密を指定してなくても、将来的に特定秘密を指定する可能性は否定できません。でこうした中で特定秘密を指定できる行政機関を限定することは、行政機関間で情報の保全レベルに差異が生じることとなりますので、秘密保護に関する共通ルールの確立という本法案の趣旨に反することになろうかと思います。丸山穂高君。だからですね、私の話はそれを否定しているわけじゃないんです。将来的にそういう情報が生じると、その時にいずれにしろ指定するには別表で定められている4項目に当たらなければ指定できませんよね。そしたらそれがそれに当たるということであれば、それを一番所管している外交であれば外務大臣が最終的に判断するのが通常じゃないんですか。なぜ外交の話を多少の話で、話を入れずに勝手にその他の省庁が指定するんですか。大臣どうお考えですか。鈴木大学審議官。お答えします。別表の事項につきましては、省庁別に定めているものではなく、事項として定めておりますので、外務省以外の省庁におきましても、2号に該当する情報を保有する可能性があろうかと思います。丸山穂高君。またこのお話、時間もなくなってきたのでですね、審議進めていきたいと思うんですけども、やっぱり指定する側も絞っていかなければ、誰でもかんでも行政機関の長で指定するということになればですね、恣意的な運用という意味ではですね、疑念を拭えないのでですね、やっぱり必要なものに関しては指定していく。けども必要じゃないものをなるべく指定させないようにしていくというチェックも必要だと思いますんで、また、今後の審議の中で、ご検討いただきたいと思います。いずれにしましても時間がなくなってきましたので、最後の質問にさせていただきたいんですが、最後はですね、特定秘密を解除された文書の、まあ、公文書館の遺憾のお話についてお伺いしたいと思います。前回のご答弁で歴史的な価値があるものは遺憾して、その他のものは、まあ、総理の同意を得た上で廃棄するということですが、これ歴史的な価値があるかどうかは、まあ、総理がご判断されるんですか。最後この判断基準についてお伺いして質問を終わりたいと思います。鈴木内閣審議官。
答えします。歴史的公文書等の判断基準については、現在、内閣総理大臣決定により、行政文書の管理に関するガイドラインが定められておりますし、これによって判断されております。はい、丸山穂高君。時間がなくなりましたので私の審議は終了しますけどもですね、まあ、非常に大事な法案です。やみくもに反対しようとは思ってませんが、細かい部分詰めていくことで非常により良い法案にしていきたいと思いますので、引き続き審議のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。次に畑中光成君。畑中光成君。みんなの党の畑中光成です。NSC も創設される、特定秘密保護法も整備に向けて動いている。これはすなわち我が国のインテリジェンス体制が前進しつつあるということだと思います。このインテリジェンス体制の整備は我が党のアジェンダにもありますし、我が国が戦略的な外交安全保障を持つために重要だと考えております。しかしながらこの特定秘密保護法案、国会でもさまざまな議論があるように、国民の間でも誤解を含めた反対の意見もたくさんありまして、結果として大きな不安を与えてしまっているように思います。政府はもちろんのこと、私たち国会に携わる者がこの誤解を解き不安を解消することが今最も取り組むべき課題だと考えております。そういった観点から私どもみんなの党は政府原案に対して修正案を提示させていただきました。一つ目に、秘密の範囲が際限なく広がるのではないかという不安について、別表に示された第1号から4号、このうち安全保障に関わるものに限定すべきでないか、第3号の特定有害活動の防止や第4号のテロリズムの防止、これはいわば警察の外事と国テロ、あるいは公安のところ、この2つは果たして安全保障と言えるのかどうか、捜査に関わる警察の性格上国民生活に不安を与えるのではないか、そういった考えもありました。ただもちろん広い意味での国民の生命および身体の保護に関わることですでしょうから、そういったことが分かるような文言にぜひしていただきたいと考えます。また秘密の範囲が際限なく広がるのではないかという懸念を払拭する観点から、できる限り秘密の範囲を明確にしていくということが大事なんだろうと思います。ですから少なくともその他の重要な情報というここがですね、際限なく広がる可能性のあるところだと一番に思っておりますから、この文言をまずですね削除すべきだと考えるに至っておりますが、改めてこの件につきましていかがでしょうか。森大臣。秘密の範囲が際限なく広がるのではないかという、まあ、ご懸念をですね、この委員会を通じてもまた広く国民の皆様からもいただいてまいりました。中山委員が先ほどおっしゃってたようにですね、国民の皆様にしっかりご理解をいただく形でこの法案を成立をさせていただきたいと思っております。この法案成立させる重要性については、さまざまなみんなの党をはじめとした野党の皆様からも必要であるというお声はいただいております。やはり国家の存立、そして国民の命を守るためでございますので、しっかりとこれは安全保障に関わる秘密は保全してまいりたい。その一方で今ご指摘のですね、秘密の範囲はできるだけ特定していく、そして明確化していくということはですね、大変重要なご指摘であると思います。そして現在関係者間でこの点の規定ぶりについて建設的なご議論がなされているというふうに承知をしておりますので、修正協議の結果につきましては政府としても適切に対応してまいりたいと思います。畑中君。はい、ぜひお願いしたいと思います。さてこの国家安全保障の委員会、毎日毎日議論をしてまいりました。特にこの特定秘密保護法案につきましては、さまざまな論点、
あるいは問題点が出てくる中で、今もなお議論は尽きずに進行中であります。この議論は言ってみるならば民主主義社会と情報インテリジェンスの相克の問題であろうというふうに思います。もともと相反する問題をいかに収束させていくかというよりは、これはこの法案が仮に通ったとしてもその後もこういった情報に関する議論が今後も続いていくのだろうと思いますし、それが健全な民主主義社会なのだろうと考えております。そういった観点から私は立法府であるこの国会において例えば委員会を設置するなど情報に関するチェックができる仕組みを作るべきだと考えておりますが、これに関して大臣どのようにお考えでしょうか。森大臣。はい、国会においてチェックする仕組みという、ご質問でございますが、例えば米国では1980年代にそのようなことが、制度化されて、情報委員会の設置等が行われたというふうに承知をしております。検討中の本法案ではですね、10条におきまして、国会に特定秘密を提供する仕組みを盛り込んでおりまして、本法案が施行されれば国会の求めに応じ特定秘密を提供することが可能となります。ここで国会において必要な議論ができ、また国会の行政への監視機能もしっかり働いていくというふうに思います。ご質問のですね、委員会等のあり方については、国会においてご議論がなされるというふうに思っております。畑中君。この10条の国会への情報の提供、これはいいんですけれども、ぜひですね、気をつけていただきたいことはですね、この特定秘密に関わるこの情報の扱い、例えばこの秘密の指定、あるいはその解除、あるいは適正評価の実施のこと、これを政府から国会に報告するという形だけでは、私はまるでこの国会がですね、政府の下請け機関のようになってしまっているんじゃないかというふうに思うわけであります。もっと広い範囲でですね、国民の代表者である国会議員が集まるこの国会においてですね、この情報を取り扱っていること全体をしっかりと監視していくような、そういった枠組みが私は必要だと申し上げたいんです。この今大臣申し上げられたこのアメリカの場合、1980年インテリジェンス監査法によって立法府によるチェックが制度化されまして、さらにですね、上院の軍事委員会、あるいは上院下院の外交委員会や司法委員会でもインテリジェンス組織や FBI を監視することができるようになっています。一方のまたイギリスにおいても90年代以降、それまで公然の秘密であった情報組織に法的根拠が与えられて、それ以降ですね、国会による監視というのがしっかりと制度化されていきました。さらにイラクの大量破壊兵器の問題があって以降は、この国会におけるですね、監視機能というのが強化されて、さらに今年の23年におきましてはですね、この議会がですね、情報の開示を対象機関に強制をすることができるというところまで権限が強められたわけです。そしてそこで議論されていることというのは、例えばイギリスの国家保安局、あるいは秘密情報部 SIS、政府通信本部の例えば支出であったり運営であったり政策であったり活動であったり、こういった非常に極めて広い範囲のことを国会の中でしっかりと監視をする仕組みがあるんです。何も私は、我が国もですね、アメリカやイギリスの真似をしろと言っているわけではありません。当然ながら我が国には我が国の、文化や成り立ちというのがあるのだと思います。私はこのまさに、この今ですね、こうやって、特定秘密のことについて私ども議論をしている、国民の中でも大変な議論が起こっている、こういった今まさにここがですね、我が国の
インテリジェンス体制の整備ということに対しての第一歩、成り立ちなわけでありまして、まだこういった問題点がさまざま噴出している中で議論が継続をしている。だからこそこういったですね、国会におけるしっかりと情報全体に対して監視をすることができる、議論をすることができる、いろんな問題点があれば私ども当然ながらこの野党も含めて政府に対して質問をしていくことができる、こういった仕組みをまず私は整備する必要があるのではないかと思っています。第三者機関も悪くはないのですけれども、この第三者機関の場合は監視者を一体誰が監視するのかというこういう問題が起こってしまうわけですから、その前にですね、やはり一番大切なことはこの立法府においていかにしてこの情報全体を、この取り扱いのあり方、運用のあり方、こういったすべてをしっかりと見ていく、そして審議をしていく、そういったところをぜひともですね、ご検討をいただきたいと思います。例えば、私が名前を付けるのも恐縮なんですが、例えば情報インテリジェンスに関する委員会とか、そういったことでもいいと思うんです。今起こっている議論を仮にこの法案が通ったとしても継続して審議をしていくような、そういう仕組みを作ることがまさにこの情報インテリジェンスとこの民主主義社会の総括をこのしっかりと共有して解決をしていく一つのきっかけになるだろうと私は考えておりますので、改めてですね、大臣この件に関してお聞かせください。森大臣。委員のおっしゃってる仕組みはですね、国会の中に新たな委員会を設置するということでございますが、これは政府が決めることではなくてですね、国会の自立権を尊重しなければいけませんので、国会の方でですね、この委員会を作るということを決定していくんだと思います。そしてその委員会があった時も、もちろんこの10条によってですね、そこに秘密をですね、提供すると書いてありますから、開示することができるんです。おっしゃっているようなイギリスとかアメリカにある制度はすでにこの法案に織り込み済みなんです。国会において委員会が設置される、設置されない場合でもですね、別の委員会で、例えばこの委員会でもいいんですけれども、この委員会からですね、出してくださいと言われれば、これ秘密会であればですね、これは提供しなければいけないわけでございますので、秘密の、先ほどですね、委員がおっしゃってたところちょっと誤解があると思うんですけど、秘密の件数とか、それ外形的なことだけでは何も議論ができないだろうということですが、この本法案の10条によるとですね、秘密そのものを提供するんですから、秘密の中も見れるんです。中を開示するんです。それを中を見て、国会においてこれが本当に真に基づくものではないか、またはこの安全保障に資するものであるかということをですね、まさにそのインテリジェンスサークルをですね、回す中でですね、議論をするということができる仕組みになっておりますので、あとは国会における委員会の設置についてはですね、国会の自立権に、お任せをいたしますけれども、そこにおいて、ご議論がなされるべきものであるというふうに考えております。畑中君。はい、丁寧なご答弁ありがとうございます。そういった委員会はぜひですね、他の法律にも関わってくることでありますから、またぜひ今後も提案をしていきたいと思いますし、そういったことを通じてですね、国会の中においてもこの秘密の保護の規定を設けていく、そしてその審議の中身も充実させていくといった、こういった流れによってですね、この繰り返しになりますが、まずはですね、この民主主義と情報インテリジェンスの総括を乗り越えていくという仕組み作りを今後とも提案をしていきたいと思っております。さて、質問変わりますが、先日11月の13日衆議院の農林水産委員会で、我が党の林博樹議員が JA のホームページについて質問をしようとしたところ、なんと農林水産省が質問通告を JA に漏らしてしまった、こういう漏洩事件が発生いたしました。 JA にファックスをしてしまったんです、私ども国会議員の質問通告を。でそれによってですね、当該ホームページが JA によって修正をされてしまいました。質問当日に
これはですね、重大なことだと思います。まさに今特定秘密保護法案、私どもこうやって真摯に議論をしている中で起こった出来事でございます。大臣、先日のですね、参議院の予算委員会で、これも我が党の小野次郎議員が、いわゆるこういう罰則を規定する前の倫理規定について大臣に質問をさせていただき、そして少々ごたごたした中で、大臣は各省バラバラではあるが、セキュリティポリシーなるものがあるということを答弁されました。そこで私、この農林水産省におけるセキュリティポリシーというのを取り寄せました。そうすると国会議員の質問通告というのは、このセキュリティポリシーの中にですよ、秘密性2の情報に該当するということなんです。このセキュリティポリシー秘密性2というのはですね、ちょっと読ませていただきますと、行政事務で取り扱う情報のうち秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏洩により国民の権利が侵害され、または行政事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある情報、この機密性2というのはですね、セキュリティポリシーで一番重いのが機密性3です。その2番目のランクにある重い機密性を持ったものなんです。そしてこの取り扱い制限が記載されていましてですね、複製禁止、配布禁止、転送禁止と書いてあります。農林水産省の場合はこうなんですが、他省のものを見てみますとですね、秘密性2というのは暗号化必須と書いてある省もあったわけであります。少なくともですね、こういった秘密性2の情報、最低限情報セキュリティ責任者への届け出、これは当然ながら必須のものであろうと思います。私、この時間に限りもありますので、このこと自体、この職員の罰則云々、処分云々、こういったことをここで申し上げるつもりは ありませんけれども、私が申し上げたいのはですね、この罰則の前にですね、果たしては我が国のこの官僚組織、この官僚組織の倫理規定、情報の取り扱い、こういった習慣しっかりとなっているのかということを改めてお聞かせいただきたいんです。ですから罰則の前に倫理規範や行動規範、こういったことをやることがまず必要なことであって、先ほどのこの林議員の農水省の 件に関することと合わせてですね、この倫理規範を明確化するということについて大臣のお考えをお聞かせください。鈴木審議官。次、大臣お願いします。お答えします。お尋ねの事案につきましては、農林水産省において適切に対応されるべきものと考えております。一般論として申し上げますと、情報管理は適切に行われるべきでありまして、ご指摘のとおり特定秘密の取り扱いについても具体的なルールを定めるとともに、その取り扱いを行う職員自身も情報の取り扱いに関する高い意識を備えることが重要であると考えております。委員長。森大臣。はい、委員長。お尋ねの事案はちょっと事実関係が分かりませんけれども、国家公務員はですね、倫理規定というのがございますから、倫理規範でございます。失礼いたしました。倫理規範、国家公務員倫理規範、これに基づいてしっかりと職務を行うことは当然のことであります。それに反するようなことが行われたとするならばですね、これはしっかりと指導していかなければならないものと思います。そして本法案におきましては、特別秘密に関するですね、この取り扱う取扱者の倫理規定につきましては、小野次郎委員のご指摘を踏まえて、しっかりと具体的なルールを定めることをですね、検討しております。畑中君。今この法案においてですね、しっかりと具体的にというところまで踏み込んで発言をしていただきましたけれども、この倫理規範しっかりと実行できるようなところまでですね、持っていくためにもですね、この今回の特定秘密保護法案においてより明確にですね、示す
そういったところが極めて重要だと思うんです。でなければこの今の農水省で起こったような事件、こういったことが単なるその罰則だけでは防げないといったことを改めてですね、この特定秘密の担当大臣としてぜひ改めておっしゃっておいていただくとともにですね、もう一度重ねてで恐縮ですが、この法案において倫理規範、行動規範について強い意思を示したような内容を書いていただくということをぜひ改めておっしゃっていただければと思いますが、いかがでしょうか。森大臣。この本法案におけるですね、特定秘密の取扱者に対するですね、倫理規範、また行動規範というものは、先ほどご答弁しました通り、具体的に定めていくことを検討しております。そして、それをしっかりとですね、周知、徹底させるべきという、まあ、委員のご指摘、その通りであると思いますので、しっかりとこの規範、まあ、法律の内容も含めまして、周知、徹底を図ってまいりたいと思います。畑中君。時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、まあ、最後に一言だけ、こういった問題が今後も情報の取り扱いで起こる懸念があるわけでありますから、質問の中にも申し上げました、国会におけるこの委員会立法府のチェック、ぜひとも取り組んで、私どもも提案をしていきますから、取り組んでいただけますようお願い申し上げ、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。この際お諮りいたします。両案審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣衛生情報センター次長川辺雄二君の出席を求め説明を聴取いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に赤嶺政健君。委員長。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政健です。今日も官房長官のご出席を朝の理事会で求めておりました。特に今日は情報収集衛星と本邦との関連でこの答弁を的確にできるのは官房長官であります。徹底した法案審議が求められている中でですね、その所管大臣である官房長官が一度も姿を現さない、こういう委員会の審議の仕方は歪んでいると、このように思います。強くですね、官房長官の出席を求めていくものであります。それで、その官房長官に答弁をいただきたかったわけですが、内閣官房の所管する情報収集衛星について質問をいたします。政府は現在光学衛星2機レーダー衛星2機合計4機の情報収集衛星を運用していますが、その導入目的、これは何だったかお答えください。加藤官房副長官。赤嶺委員にお答えさせていただきます。情報収集衛星は外交防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応などの危機管理のために必要な情報の収集を主な目的としております。委員長。赤嶺君。情報収集衛星の目的の一つに大規模災害等への対応だという答弁でありました。具体的に聞きますが、2011年3月の東日本大震災の際に、情報収集衛星はどのように活用されましたか。例えば、津波被害の状況とか放射能で近寄れない福島第一原発事故の状態を上空から撮影したのでしょうか。加藤官房副長官。衛星を管理しております内閣衛星情報センターにおきまして、情報収集衛星より、
情報収集衛星により撮影した東日本大震災及び福島第一原発事故の画像の判読分析を行いまして、また関係省庁にその結果を配布伝達をしたところでございまして、関係省庁においてはそれぞれの所管事務の中でそうした情報源の一つとして活用がされたというふうに承知をしております。また加えまして、情報収集衛星により撮像した画像の判読分析結果や独自に収集した情報をもとに津波にかかる被災状況推定地図を作成いたしまして、それを関係省庁に広く配布をしたところでございます。関係省庁においては現地対策本部等に当該地図を配布し、現地の移動可能な経路の把握、津波による被災した農業面積の推計、被災したの企業活動拠点の把握などの活用がなされたというふうに聞いております。委員長、赤嶺君。まあ、画像を分析、判読し資料を提供したというお話でありますが、私が、今聞いてますのは、もうちょっと分かりやすく言いますとね、2011年3月16日に報道されておりますが、原発事故後の11年3月16日から4月15日、内閣衛星情報センターが第一原発上空から撮影した別の商業衛星、この商業衛星の写真101枚を東電に提供したというこういう報道があります。これはまず事実でしょうか。そして政府が、写真を買った商業衛星というのはどういう、メーカーなのか、また原発事故を撮影した写真を何枚購入し、その購入金額はいくらだったのか、答えていただけますか。加藤副長官。今ご指摘のございましたように、東日本大震災の際に 東京電力に対しては内閣衛星情報センターが商用衛星の画像を購入いたしまして、それを提供したということでございます。で、具体的には、福島第一原発の画像55枚というふうに聞いております。委員長、赤嶺君。まあ、金額もですね、ちょっと教えていただけますか。加藤副長官。約4800万円というふうに承知しております。4800万円の税金を使って画像を購入したというわけですね。で、日本の情報収集衛星は、福島第一原発事故の状況を上空から撮影しています。この商業衛星の写真というのはアメリカのものですね。で、なんで、そこから衛星写真を購入する必要があったのか。日本の情報収集衛星では不十分であったということですか。加藤副長官。先ほどご説明をいたしましたけれども、役所の中においてはですね、その情報収集衛星の画像情報というものは活用したところでございます。で、今ご指摘ありました東京電力に対しましては、この情報収集衛星などに関する秘密についての保全措置がですね、講じられていないということで、まあ、非公開という対応を取らざるを得ないという中でですね、今申し上げた商用衛星の画像を購入して、そうした原発の対応にですね、活用したと、こういうことでございます。委員長。赤嶺君。先ほどからの答弁を聞いてますと、福島原発事故を撮影した画像は秘密に指定をされており、災害対策には使えなかったと、こういうことになるわけですね。東電の事故対応に必要な画像、これを何で秘密指定したのですか。加藤副長官。原発の対応に対しては先ほど申し上げた役所の中では活用していたということでございますが、東京電力に対しては
先ほど申し上げましたけれども、情報収集衛星等に関する秘密について保全措置が講じられないと、まあ、そういうことで、非公開の扱いをさせていただいたということであります。委員長。赤嶺君。聞いていて大変おかしいと思うんですよね。情報収集衛星の導入目的は、大規模災害への対応であったと思います。先ほど答弁もありました。原発事故直後、事故の拡大を防止し、住民の安全な避難のために福島第一原発がどういう状態になっているのか、その把握のためにですね、あらゆる情報が必要なときに情報収集衛星の画像は秘密にされ使えない、肝心なときに役立たない。これではですね、情報収集衛星は大規模災害への対応のため導入したというのは国民を偽る話ではありませんか。加藤副長官。先ほどからご説明させていただいておりますが、関係省庁の対応においてはですね、この情報収集衛星の画像、これを十二分に活用されたというふうに聞いておりまして、ただ東京電力に対しては、先ほど申し上げたような事情で、公開することができないということで、商用衛星におけるそうした画像を提供したと、こういうことでございます。委員長。赤嶺君。日本の情報収集衛星の画像がありながら、他国から商業衛星の画像を買わなきゃいけない、それは秘密にしてされているからだと。結局ですね、冒頭おっしゃいましたけれども、安全保障のためといえばですね、国民にとって大変な災害が起きていても、その提供が制約されていく、秘密にされている。すでにですね、今、特定秘密の法案を審議してますけれども、その法案が実行に移されている、こう指摘せざるを得ないものであります。安全保障に著しい支障を及ぼすということで、本法案は特定秘密に指定されていくわけですが、すでにですね、今の答弁も法案と同じ特別管理秘密の名で実行をされているわけです。そこで森大臣に伺いますが、法案では行政機関の長が職員だけでなく、適合事業者の従業者に対する適正評価を実施するとしています。適合事業者はどのような業種から何社程度想定しているのですか。鈴木審議官。お答えします。適合事業者につきましては、自衛隊の装備品の製造や修理を行う防衛産業の企業、情報収集衛星を製造する企業などが考えられますが、具体的な数字につきましては現時点においては確たる数字を申し上げることは困難でございます。委員長。赤嶺君。これ森大臣、重大ですよ。今まではね、防衛省の場合は、秘密保全に関する措置は契約企業の責任で実施するという仕組みでありました。でしかし今回は法案によって国が直接契約企業の従業員の適正評価を実施すると、このようになっています。それが一体どのくらいの規模になるのか、そのようなことが現実に可能なのか、その見通しも持たずに法案を提出したということですか。森大臣。現時点では自衛隊の装備品の製造や修理を行う防衛産業の企業、情報収集衛星を製造する企業などが適合事業者となりうるのではないかというふうに想定をしております。委員長。赤嶺君。非常に無責任な答弁であります。それじゃあ防衛大臣に伺います。現在防衛秘密の取扱いを含む契約を結んでいる契約業者はどのような業種で何社程度あるのか、
契約企業すべての適正評価を実施することは可能なのか、その点をどのように認識しておられますか。小野寺防衛大臣。現在防衛省では自衛隊法第96条の2に定める防衛秘密の取り扱いの業務に関わる契約を企業と締結する場合、当該企業が作成する防衛保全規則の提出を受け、同規則の確認を行っております。このような規則の確認を終え、防衛省としての契約を締結したまたは予定している企業は、主として装備品の製造を行うメーカーが現時点で約30社程度あります。またこのような企業と防衛省としましては、防衛省の確認を受けた当該企業は防衛省の確認を受けた秘密保全規則に基づき、防衛秘密の取り扱いの業務に従事する役員及び職員の範囲を指定し、指定した関係社員の範囲を防衛省に報告することになっております。委員長。赤嶺君。30社人数にしてどのぐらいですか。そしてそれはメーカーは30社で、あるいは自衛隊の場合は輸送もありますよね。いろんな分野で契約業者があると思うんですが、契約業者というのはそれで全てなんですか。全ての規模と適正評価を受けなきゃいけない人数、適合業者について説明してください。小野寺防衛大臣。防衛秘密の取り扱いの業務に係る契約を企業と締結する場合ということで、この締結している企業は現時点で30社程度あります。また委員が輸送のことについて言及されましたが、輸送に関わる業務において同様の契約等の手続きを行うところはございませんが、基本的に例えば輸送等を行う場合には、これは通常、防衛秘密を、すみません、通常ですね、輸送の場合は、通常、自衛隊の物資や要員を民間事業者で輸送する契約の締結にあたっては、秘密の取り扱いに関し、秘密の保全に関する一般的な条項を付して契約を締結しておりますので、ご指摘のあるような防衛秘密等の扱いに関わる契約企業というのは現時点で30社程度ということになります。委員長。赤嶺君。先ほどから人数についても聞いてるんですが、お答えになりませんが、ちょっと森大臣に宿題がありますので、この修正協議の動きが報じられてるんですがね、私最初の質問で審議の前提として求めた法案の策定経過に関わる文書、これは求めましたら、大臣は原則すぐに開示すべきものと、例の黒塗りですね、それを開示すべきものとお答えになりました。その後ですね、何の報告もありません。文書の開示、これはどうなったんですか。森大臣。お尋ねの件でございますが、11月11日に開催されました委員会において、赤嶺委員から有識者会議報告書に関する関係省庁との意見交換に関する文書、これを開示するか否かについて、お尋ねがありました。私から原則開示すべきとご答弁を申し上げました。これを受けて現在担当部署において、当該文書において、情報公開法のですね、個人情報等のですね、開示できない部分を除いてですね、開示できる部分をですね、精査をしているところであると承知しております。当該文書について可能な限り速やかに開示することとしてまいりたいと思います。委員長。赤嶺君。マスコミではね、与党がいつ採決するかというのがいつもの大ニュースになっている、そういう中で法案作成過程の黒塗り文書を開示しなきゃ、これ議論できないじゃないですか。議論が終わらないじゃないですか。やっぱりですね、私たちは、これを議論の前提だと
ということで強くですね、速やかな開示を求めたい。同時に私たちは徹底して審議する上で地方公聴会や公聴会を開き、なお国民の疑問に答える審議を続けていくべきだということを申し上げまして質問を終わります。次に玉城デニー君。委員長。玉城君。生活の党の玉城デニーです。国家の安全保障に関する特別委員会ではたくさんの委員からさまざまな、質問が出されておりますが、私は今日はですね、情報保護などの管理に関する件について、本法案のほぼ全体にわたる特定秘密情報とそれに関する周辺情報の管理という課題について現況の対応及びサイバーテロ等に対応するための今後新たに求められる高度なセキュリティ対策等について、確認の意味も含めて質問をさせていただきます。まず世界的なサイバー環境の著しい進展に対して、比例するようにサイバー犯罪等が、顕著となっている現状について、お尋ねいたします。これまでに発生した、我が国における主な、サイバー犯罪に関する現状はどのような経緯およびどのような内容で起こってきているのかをお尋ねいたします。高橋警備局長。お尋ね のサイバー攻撃の発生状況等についてお答えいたします。我が国では政府機関等のウェブサイトにアクセスを集中させ閲覧に支障を生じさせるなどのサイバー攻撃が発生しております。また警察におきましては平成24年中に情報摂取を起としたとみられる不審な電子メール1009件が先端技術を有する事業者等に対して送付されたことも把握しております。こうしたサイバー攻撃による被害が発生する原因としましてはシステムの更新を怠ることや不審な電子メールの添付ファイルを不用意に開くことなど情報セキュリティ対策が不十分であることが考えられます。以上です。委員長。玉城君。通常の例えばネット環境で個人の方々が被っているその迷惑といいますか被害を含めるとこれはもう本当に何万という数になるかもしれません。今現在更新作業を怠るあるいはメールに添付されているウイルスを開いてしまうということで1009件のそのようなサイバー被害があったということですが、このサイバー犯罪及びサイバーテロなどに関する担当部局の責任及び対策体制、特に政府機関はどのようになっているのかについてお尋ねいたします。谷巻内閣審議官。お答えいたします。政府機関におきます情報セキュリティの確保は委員ご指摘のとおり大変重要な課題でございます。このため内閣官房情報セキュリティセンターにおきまして各府省庁と連携をしながら情報セキュリティ対策の推進やサイバー攻撃への対処体制の強化に努めているところでございます。具体的には政府機関全体の情報セキュリティ水準を底上げするための統一的な基準の作成、あるいはサイバー攻撃に関する24時間体制での監視による情報の集約化や政府機関内の情報共有の強化、インシデント等が発生した際に迅速かつ適切に対処するための体制を各府省庁に整備するとともに政府機関の横断的対応を要する場合に備えて情報セキュリティ緊急支援チームを設置しております。また標的型メール攻撃に関する職員の意識向上等を図るための訓練や関係府省庁等の参加を得て大規模なサイバー攻撃事態等対処訓練の実施などを行っております。引き続き各府省庁との連携強化を図りながらサイバーセキュリティに関する取り組みに万全を期してまいりたいと考えております。玉城君。現段階でもやはりさまざまな取り組みでそのサイバーテロに対してはですねもう万全の対策を取りたいということはこれはもう言わずもがなの対応を取っていらっしゃることということを今伺いました。しかし今後さらに規模の拡張や人員体制の充実などを考えた場合現況よりもさらに高度な対応が求められてくることも容易に予想されます。情報管理に関する人員の確保及び計画についてはではどのような段階でですねあるいは、どのような会議において検討されそれが、実行について対応がなされているのかについてお聞かせください。谷脇審議官。
本年の6月でございますけれども、官房長官を議長といたします情報セキュリティ政策会議におきまして、サイバーセキュリティ戦略、まあ、政府のサイバーセキュリティに関する戦略を決定しております。でその中では例えば政府機関の情報セキュリティのための統一的な基準、これを定めているところでございます。で各省庁におきましてはこの統一基準に基づいて各府省庁の対策基準を策定し実施をしているところでございます。またこの統一基準は新たな脅威、事象の発生、あるいは IT の利活用の状況や定期的に府省庁の情報セキュリティに係る運用実態の点検結果などを踏まえて必要に応じ見直しを行っているところでございます。玉木君。そのように見直しをこう段階に応じて行っていくとですね、そうするとやはりシステムですとかさまざまなそのプログラムの更新向上によって人的技術の向上も含めて求められてくると思います。少し細かい話になるんですが、システム及び操作技術の対策についてこのシステム並びにプログラムの更新や人員等の技術向上等に関する取り組みはではどのようになっているのかお聞かせください。谷脇審議官。お答え申し上げます。各府省庁におきましては情報システムやソフトウェアの開発にあたりまして、先ほど申し上げました情報セキュリティ統一基準に従いまして、業務内容や取り扱う情報等に応じてセキュリティ上の要件を定めて契約を締結しております。また調達後情報システムの運用段階におきましてもこの基準に従いまして、新たな脅威の出現運用などを踏まえて必要に応じた見直しを行い、また随時ソフトウェアの更新を行っているところでございます。また委員ご指摘の人材の育成要員の確保という点でございますけれども、情報システムを扱います一般職員ユーザーに対しましては毎年度最低1回情報セキュリティに関する教育を実施しております。また情報システムの運用を担う職員につきましては外部の専門家を登用いたしまして、情報システムに係る技術的な助言支援を受けさせたり、あるいは私ども内閣官房情報セキュリティセンター等による研修あるいは勉強会に参加させるなど知見や技術力の向上に努めているところでございます。玉木君。確認の意味も含めまして、細かい点について今、お聞かせいただいています。先ほどはまあいろいろなその、まあ、プログラムの調達などについても、触れられておりました。豊富なデータ分析能力を有する外部企業との連携について、まあ、これは技術革新と被験する万全な対策を考えた場合にも欠かせないことと資料いたしますが、他方でこういう、プログラムに関してはやはりどうしても海外企業の方が、一日の長があるといいますか、その開発への、費用投資などを考えても、日本企業よりも一歩前に行っているのではないかなというふうに思います。しかしその一方で今度は海外企業との連携に関しては慎重を期すべき場合もあるのではないかということも資料されるわけですね。企業との連携、特に海外企業との連携についての対応をお伺いしたいと思います。谷脇審議官。お答え申し上げます。 IT 機器には故意あるいは過失を問わず機器に内在する弱点、いわゆるサプライチェーンリスクというものがあり得るというふうに考えております。このため政府におきましては安全性が確保された IT 機器の調達が極めて重要であるというふうに認識しております。これまでも政府機関統一基準群では製品に選択肢がある場合国際標準に基づく認証取得製品を選択するよう求めるなど安全性の高い調達に配慮をしてきたところでございます。政府におきましては IT 機器の調達のあり方あるいは実施手法等の観点も含め国際規格に基づく適合性評価制度の活用ですとか、あるいは政府調達協定におきます国家安全保障のための必要な措置の適用などより一層安全性の高い政府調達のあり方について WTO などの国際約束において認められる範囲内で検討しているところでございます。そしてこうした検討結果につきましては順次政府機関統一基準群の一部として適用していくとこういう考えでございます。玉木君。はい、ありがとうございます。まあ、ここまでは現在取り組まれているさまざまな、努力についてですね、確認をさせていただきました。ここからですね、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針とこの、今、審議されている本法案との関連性についてお尋ねいたします。平成19年8月決定、平成20年4月および平成21年4月から、もろもろ取り組まれているカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針ですが、
秘密情報に対するアクセス管理についてお尋ねいたします。その情報を取得する必要があるものに対してアクセスを可能とする原則に基づいて、秘密情報の不必要な拡散を防止することが記されていますが、この秘密情報のアクセスに際してアクセスを許可された者が取らなければならない手続き、管理システム、セキュリティ対応はどのような流れになっているか、これは大臣にお尋ねしたいと思いますが、いかがですか。鈴木審議官。お答えします。特別管理秘密取扱者が特別管理秘密文書等を利用する場合、いわゆるNeed to knowの観点から管理責任者等がその適宜を判断した上、特別管理秘密を保管する金庫等を開錠し、その管理の下で利用させることとなっております。電子情報として保管される特別管理秘密にアクセスする場合も同様に、専用の端末において管理責任者等の管理の下、パスワード等により保護措置を解除した上で利用することとなっております。なお、いずれの場合におきましても特別管理秘密を取り扱う執務室は、職員の立ち入りの制限、監視警報装置の設置、間仕切りの設置、その他適切な物理的な措置を講じておかなければならないこととされております。玉木君。はい、ではお尋ねいたします。アクセスする初期段階の管理体制についてお尋ねいたします。データのコピーなどの確認、これについてはどのように行われておりますか。鈴木審議官。端末のデータの確認でございますが、いわゆる操作ログの保存でございましょうが、これにつきましては情報システムの保存措置に関することでございますので、詳細についてはお答えは差し控えたいと考えておりますが、議員 ご懸念が生じないように適切に、十分、最新の注意を払って運用しているところでございます。玉木君。はい、ありがとうございます。その最新の注意についての内容を聞きたかったところではあるんですが、では、現在こうやっていろいろと聞いてみますと、適宜適切に対応しているという、月並みな言葉ではありますが、まさにそれに尽きるのではないかという現段階でのある一定の努力が伺えるわけですね。大臣、この他の行政機関との情報の提供と保全に関する連携等について、この、省内間の送達、あるいは省内外への、送達もですね、おそらく適宜しっかり管理されて行われているものと思うんですが、では現時点において改善されるべき課題について、大臣はどのように、考えていらっしゃいますでしょうか。はい、森大臣。お尋ねの点は現行における特別管理秘密の他省庁との情報共有について、特に委員が先ほどからご質問されている電子的な情報の取り扱いについてだと思うんですけれども、この特別管理秘密制度は現在カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針等の政府統一基準に基づきまして、それぞれ各行政機関においておのおの策定された内部規定等によって実施をされております。現在の政府部内の情報共有に対しても、今審議官説明したとおり、一定の保護措置が課され、一定の役割を果たしていると考えておりますけれども、現行の制度は法令上の根拠を要するものではございませんので、人的及び物的管理のための措置について、また各省庁の取り組みにさえも認められるわけでございます。こうした点を踏まえて、現在本法案の成立に向けて、ご議論いただいているところでございますけれども、現行制度の効率的な運用の観点から、議員ご指摘の点についてもですね、引き続き検討して、しっかりとした保全体制を図ってまいりたいと思います。玉木君。私がここまで確認をさせていただいたのは、つまり大臣が今日の冒頭でも答弁なさっていらっしゃいました。それぞれの省庁がバラバラで統一規格がない、だからこの法律を作ってその法律にのっとってやるんだということをおっしゃってましたので、今現在でそんなものがないのかということを聞いてみたんです。そしたらきちんとできてるんですね。で、法的な根拠がないというんだったら、その各省の法律の中できちんと法的な根拠を定めていけばいいということになるわけです。ですからそれを考えると、私はずっとこの間、本当にこの国のこのカウンターインテリジェンス機能というものが
果たされていないのか、本当にスパイ天国が放置されたままになっているのかというふうなことを、懸念して、今日はこの、専門的なセキュリティ対策に対して質問をさせていただいたわけです。でもここでもある程度しっかり万全とした体制は取られていて、さらに、政府の方でも努力をしているということが確認できました。ですから大臣、ご懸念のさまざまなことに関してはですね、やはりもっとしっかりと議論をして、そう一つ一つ丁寧に、審議を尽くしていけばですね、それぞれの、法案について必要な事項もまた、考えられると思うと思いますが、そのご所見をお伺いいたします。森大臣。私が冒頭ですね、この委員会の冒頭申し上げたのはですね、現行のカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針がですね、それぞれ各行政機関においてバラバラであります。このことはですね、委員が今おっしゃったですね、電子的な情報の取り扱いのですね、保全措置に関するものだけではないんです。例えば秘密をですね、指定するものも別です。そのランクも別なんです。大臣が指定するところもあれば、課長局長級のところもございます。さらにですね、保全をする管理責任者、それもそれぞれ省庁によってランクがバラバラなんです。これでは政府統一基準は測れません。例えばある省庁では大臣が指定して局長が保管管理をしているものが、他の省庁では課長が持っている。その時に安心して迅速にですよ、情報共有できるといった、それはなかなか難しいんです。ですから法令上の根拠を持ち、そして統一のルールを定めていきましょうということを言っているわけです。また今ですね、ご指摘の電子的な情報の共有について、おっしゃいましたけれども、それ以外のことでも、この現行法ではですね、さまざまな不備がございまして、例えば公務所にですね、紹介できないとかですね、それから民間の業者さんに対する対応等についてもですね、やっぱり不十分なところがございます。そういったものをですね、しっかりとカバーしながら共通のルールを定めていくことが重要であるというふうに申し上げているわけでございます。委員長。はい、玉井君。はい、時間になりましたので質問を終わりますが、なるほど、であればもっとさらに細かくいろいろなところを審議していかなければならないということが分かりました。ありがとうございました。二瓶デビタ。次に本日不択になりました渡辺修君ほか2名提出、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案及び情報適正管理委員会設置法案の両案を議題といたします。提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。後藤雄一君。ただいま議題となりました特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案及び情報適正管理委員会設置法案につきまして、提出者を代表してその提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。まず民主党無所属クラブ提出に代わる5法律案の議案についてご説明申し上げます。行政情報の適正な管理を行うにあたっては、秘密保全法制の整備だけを先行させるのではなく、公文書管理制度、情報公開制度、および国会における情報管理のあり方について、総合的な体系を整備することが必要であります。その上で、以下のような理念に基づいて、制度のあり方を検討すべきであると考えます。すなわち、秘密保全法制においては、現行の制度で不十分な部分に限り、秘密を保全するために必要最小限の規定を置く一方で、それ以外の部分については、極力現行の制度を維持することとすべきであります。また情報を持つ行政機関の恣意性を排除するため、第三者機関によるチェック体制を整備すべきであります。また国会への秘密情報の提供にあたっては、その条件を政令で定めるのではなく、国会が主体的に提供の是非を決することとすべきであります。このような考えに基づき、我々民主党無所属クラブは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案、情報適正管理委員会設置法案及び国会法の一部を改正する法律案の計5法案を国会に提出いたしました。これらのうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案についてはすでに11月7日に本委員会に付託されております。以下本委員会に付託されました2法律案につきましてその概要をご説明申し上げます。まず特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案についてご説明申し上げます。第一にこの法律の目的であります。この法律は国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由を十分に尊重しつつ、
恣意的な情報の秘匿が行われないよう、当該情報の適正な管理に関し、特別安全保障秘密の指定及び取扱い者の制限、その他の必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的としております。第2に特別安全保障秘密の指定であります。行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障及び外国の政府または国際機関との情報の共有に著しい支障を与える恐れがあるために、秘匿することが必要かつ不可欠であるものに限り、これを特別安全保障秘密として指定するものとしております。この場合においては、その漏洩が我が国の安全保障及び外国の政府または国際機関との情報の共有に著しい支障を与える恐れについて、説明する責務が全うされるようにするものとしております。なお、別表に掲げる事項は、外交に関する事項及び国際的なテロリズムの防止に関する事項としております。また、行政機関の長は、違法行為、行政機関の不作為、もしくは過失、もしくはすでに公になっている情報を隠蔽し、もしくは公正な競争を阻害する目的で、または我が国及び国民の安全の確保に必要と認められない情報については、指定をしてはならないものとしております。第3に指定の有効期間及び解除であります。まず指定の有効期間については、行政機関の長は特別安全保障秘密として指定をするときは、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとしておりますが、当該指定の有効期間は延長した有効期間を通じて30年を超えることができないこととしております。ただし、行政機関の長は政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定にかかる情報を公にすることにより、我が国の安全保障及び外国の政府または国際機関との情報の共有に著しい支障を与える恐れがあることが明らかであることについて、その理由を示して情報適正管理委員会の承認を得た場合に限り、通じて30年を超えて指定の有効期間を延長することができることとしております。次に指定の解除でありますが、行政機関の長は指定をした情報が指定の要件を確認に至ったとき、または指定をしてはならないものであることが明らかとなったときは、有効期間内であっても速やかにその指定を解除するものとしております。また特別安全保障秘密の取り扱いの業務を行う者は、指定にかかる情報が指定の要件を確認に至ったと資料するとき、または指定をしてはならないものであると資料するときは、情報適正管理委員会に対してその旨を通知しなければならないものとしております。当該通知を受けた情報適正管理委員会は調査を行い、当該秘密の提示を受け、指定の解除が必要と認めるときは、行政機関の長に対し、その旨を勧告するものとしております。当該勧告をした情報適正管理委員会は、当該勧告を受けた行政機関の長に対し、当該勧告に基づき講じた措置について、報告を求めることができることとしております。第4に特別安全保障秘密の提供であります。特別安全保障秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために、当該特別安全保障秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に特別安全保障秘密を提供することができるものとすることとしております。なお、国会に対する特別安全保障秘密の提供に関して、秘密管理のあり方等は立法府の決定すべき事項であると考えられることから、政令に委ねることなく、国会法において、現行国会法104条の手続きとは別に、別途提出した国会法改正案により、規定を申請することとしております。また、両院議長が副議長の意見を聞き、国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めた場合を除き、必要な措置を講じた上で、行政機関の長に情報提供を命ずることができることとしております。第5に、現行のカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づいて行われている的確性確認を法的に位置づけることとしております。また、的確性確認の対象者については、的確性確認の結果、その他当該確認対象者について実施された適格性確認について、書面で情報適正管理委員会に対し、苦情の申し出をすることができるものとし、委員会は申し出者の所属する行政機関の長に対し、申し出があった旨を通知し、これを受けて行政機関の長は誠実な処理を行った上で、その結果を委員会に報告することとしております。第6に政府による国会に対する報告についての規定であります。政府は毎年特別安全保障秘密の指定及びその解除、並びに適格性確認の実施の状況を国会に報告するとともに公表しなければならないこととしております。第7に、罰則についてであります。特別安全保障秘密の取り扱いの業務に従事するものであって、その業務により取得した特別安全保障秘密を漏らした者に対する罰則は、5年以下の懲役とすると、所要の罰則を整備することとしております。なお、特別安全保障秘密の過失による漏洩、漏洩の未遂については、政府案とは異なり、罰則の対象としないこととしております。また、民間事業者による秘密漏洩を企て、明示、故意にこれを容認し、
そそのかし、またはその幇助をした者については、現行制度通り罰則の対象としないこととしております。したがって、現行の法制度から処罰対象が広がることはありません。次に情報適正管理委員会設置法案についてご説明申し上げます。国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を行うため、情報適正管理委員会の設置並びに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため、必要な組織を定めるものであります。その内容についてその主な概要をご説明いたします。第一に情報適正管理委員会の設置であります。内閣府設置法の規定に基づいて内閣府の外局として情報適正管理委員会を置くこととしております。第二に情報適正管理委員会の任務及び所掌事務であります。情報適正管理委員会は国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を図ることを任務とし、その任務を達成するため特別安全保障秘密の指定の解除にかかる調査及び勧告に関すること、適格性確認についての苦情の申し出に関すること、特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関する統一的な運用を図るための基準の作成に関すること等の事務を司ることとしております。第3に情報適正管理委員会の組織等であります。情報適正管理委員会は内閣の恣意性を排除し独立性を重視する観点から国会の議決による指名に基づいて内閣総理大臣が任命する委員長及び委員6人をもって組織することとし、独立してその職権を行うこととしております。第4に情報適正管理委員会による資料提出の要求等であります。情報適正管理委員会は必要があると認めるときは関係行政機関に対し資料の提出、意見の開示、技術的知識の提供、その他必要な協力を求めることができることとしております。第5に情報適正管理委員会による国会に対する報告であります。情報適正管理委員会は毎年内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないこととしております。以上のほか所要の規定を整備するものとしております。なおこの法律は一部を除き特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律の施行の日から施行するものとしております。以上が2法律案の提案理由及びその内容の主な概要であります。何卒慎重ご審議の上速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。この際暫時休憩をします。休憩前に引き続き会議を開きます。この際委員派遣承認申請に関する件についてお諮りをいたします。内閣提出特定秘密の保護に関する法律案、枝野幸男君ほか2名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案、渡辺修君ほか2名提出、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案、および渡辺修君ほか2名提出、情報適正管理委員会設置法案、審査の参考に資するため、来る25日月曜日、福島県に委員を派遣いたしたいと存じます。つきましては議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしとみしております。よってそのように決しました。なお派遣委員の人選等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は明21日木曜日午前11時30分に次回、午後1時30分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会をします。